から私たちの声は跳ね返ってきてんだよな。誰はい、のりさん、ハロハロ。私か私か、ちょっと待ってね。はい、ちょっと上げた。これで喋ってみたら大丈夫そう。あれ、ミヤの声、今二重になってますか？なってません。いや、配信のコメント、視聴者の皆さん、視聴者の皆さん、ミヤの声二重になってますか？ハロハロ。あ、なってる？読み上げが直りました。やった。ポチカンさん的には二重になってる。はい、スカンさん、こんばんは。ちょっとね、いろいろとトラブってて、トラブルがあって、今グダグダしておりますか？ぐだぐだ中でございます。ああ、なるほど。ポチカンさんが二重に開いちゃってる可能性。視聴者側の問題だった。視聴者の方が。はい。あ、ありがとうございます。あ、もうなってるか。あ、なってますね。そうだそうだ。こんばんは。ポチさん、木の札出して。木の札、フレンドの。なってんのかな、私。あ、オッケー、ありがとうございます。これだ、オッケー、オッケー、出した、あれ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 、なんだ、取れない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 、あー、ダメだ、友達になれない。あ、これも友達になれない。なんか今ブワブワって、なんかブワブワってなった。なんだ、なった、私が叩いたからね。忍者じゃない、すごい、なんで叩くの。忍者じゃない、すごい、そう、忍者じゃない、忍者じゃないの。燃えた。それが誰だか、ミヤもよく分かってない。そう、ちょっとね、忍者用意しようと思ったんだけど、サムネの忍者じゃないんですよね。用意できなかった。次、次回から忍者になります。始まってるけど、じゃあ始まるか、始めるか。はい、じゃあ皆さん、はい、火持ってくんな、怖い怖い。はい、こんばんは。はい、今日は皆さん、ために来ていただいてありがとうございます。アンド皆さん、ご遊びいただきありがとうございます。今日はね、あ、タウンシップテイルっていう、なんか VRMO、 なんかこの場の MO な、なんか街を復興したり、なんか洞窟冒険したり、なんかそういう感じのゲームをね、サーバーを立ち上げたので、わらわのお友達のみんなでやっていきたいと思います。よろしくじゃよ、よろしくじゃよ、というわけで、よろしくじゃよ、お願いします。よろしく、自己紹介お願いします。早いな。山の真冬です。誰や、誰か知らない人入ってきた。すいません、塔の地下です。野良かな。どうも、ちかです。ごめんなさい。はい、よろしくだよ。よろしくお願いします。お願いします。皆さんは初めまして。よいしょ。はい、私。じゃあ、ポケモンに言われている。ポケモンに言われている。はい、無気力部一番ラフィスです。見えてない、見えてない、まだ。我らの配信画面だとね、ラフィスさんと新技術さんがね、透明人間になっちゃってるんだけど。そうか。あと、確かに困るね。ちょっと他の方の配信見てもらえれば、二人の造形は。ホラーもだから二人の造形知りません。黄色の髪です。タブレットでこうやったら見えたりしない？カメラで。あ、カメラ。メニューからカメラで。そうそう。カメラでしか映らないって。カメラで、見ちゃいとくて。あ、大丈夫。カメラでもね、透明人間。大丈夫じゃないのよ、それは。大丈夫じゃない。無事、まあ、透明人間。映ってないけど、他の人の配信とかでね、黄色い髪の私が映ってると思いますので、よろしくお願いします。ラフィスです。よろしくお願いします。はい、じゃあ、たぶん CK さん。はい、たぶん CK です。はい、VR e スポーツプレイヤーの CK です。今日はなんだろう、このゲーム PVP とかあんのかな。あるらしいよ。あるんだ。あるんだ。あ、ないと、ほのぼのしたゲームだと思ってたんだよ。あるんだ。怖っ。帰れるらしいよ。怖っ。そんなことなんだ。じゃあちょっと、殴れるけど、今ダメージ入るんですよね。人狼ゲームが、もし人狼ゲーム始まったら、私がもしかしたら犯人かもしれないです。ということで、よろしくお願いします。お疲れ様。はい。はい。打てない。夜、夜が明けたら。これだとダメージが強いと思う。誰か死んでるかも。あ、じゃあ最後、皆さん。はーい。みにょーん。
おはようございます。おはようございます。なんで殴るの毎日なんで21時から痛い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 よ。 VR ゲーム配信をしてます。ミヤです。よろしくお願いします。あぶるあぶる、 HP 減ってないよね。大丈夫よね。なんでそんな殺意高いの、ミヤさん。ちょっとちょっと、なんかした。あの、大体みんな殺意高いね。で、一応ね、そう、設定としては、あの、はい、PVP あり&、死んだ時にアイテムロストする設定にしてます。あり、怖い。ダメージ入ってる？入ってない気がするけど。あ、 PVP ありにしてるんだ。もしかしたら設定が反映されてないかもしれない。なるほど。 HP どこにあったっけ。 HP 手首見えない。早速空腹で死にそうなんだけど、半分ぐらいまで来てるよ。早い。長食わねえと。長食わねえと。とりあえず、まずは、あれ？飯、飯。食わねえと。飯食わないと。飯を探せ、飯を。キノコ生で食って大丈夫？腹壊さない？え？これ、え？あ、無理やり食わせることができるんだ。そうそうそう。食いな。おお、増えた。ちょっと増えた。ちょっと増えた。ありがとうございます。ミュウ、ミュウ、あれだ。ミュウね。メニューが出てこないわ。メニュー手首のやつが出てこない。あ、鳥が引いたりとか。なんでだ。あの、顔に結構近づけないと出ないの。あ、あ、ここまで近づけないとダメなんだ。あ、出た。あ、出た出た。近づけないと出ないんだ。あ、結構近づけなくても遠いとダメなんだね。この辺でも出るけどな。了解しました。まあ、こう人それぞれなんかいろいろとね、なんかいろいろとバタバタしてますが。ちょっとね、ちょっとなんバグというかなんというか。はい、でね。はい、みんな集合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 。はい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 。ここ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 。とりあえずここにね、最初にやるべきことリストが書いてあります。英語で。ファイブカーウッドカッティングハット。ウッティング。木こり小屋を見つけろ。クラフト小屋を見つけ、なんかクラフトするとこ見つけろ。酒場を見つけろ。カーペントリー、カーペン、カーペンターズを見つけろ。カーペンターズ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 。何だ？か、火事場を見つけろ。タウンホールを見つけろ。ダイク、フロム、コードです。ファインドザ、マイン、何？地雷？鉱石ですかね、鉱石。違う、あの、鉱物、鉱石、鉱石。鉱石か、鉱石を見つけろ。カーペンターズってバンド。カーペンターズ。フロム、コードです。暗くなってきたか？というわけで、あの、暗くなってきたので、カーペンターズ結成せよ。え、あ、石をぶつけたら火出るんだ。あ、ちょっと、これ、これ、火ひま、火ひまない。あ、あれ、あ、火来た、火来た。よし、行こう。火もらった。よし、じゃあ行こう。こんばんは。かっちゃん燃やせばいいんじゃないかなって。お腹がすいてる。なんか、あれだな、みんなを視界に収めると、あの、若干重くなるな。マルチだからね。いや、マルチがいっぱいある。なんで、我は407なのに。407までが重い。そんなことないじゃないかな。CPA のテーマなのかな。なんか、川を渡る。川を渡りましょう。これを渡ろう。真っ暗。真っ暗だね。なんか、海鮮かな。怖いんだけど。みんな、ラフィット隊長に続き。あー、ラビット隊長、コレクト12なんかある。なんか、火の玉浮いてる。火の玉浮いてる。なんだあれ。なんかある。あ、ホタル、なんかある。あ、お金もらった。え、おー、びっくりした。ごめんごめん。なんかある、なんかある。ミャーさんの顔燃やしちゃったわ。吸い込み？なんか入れてみるか。なにこれ。はい。なんか、暗っ、あ、ここに。え、なんなんだって？大丈夫？オッケー。落ちる。オッケー。これを入れると、多分ここに何か、多分橋かなんかがかかるんだと思う。向こうに行く。これ石か。ああ、なるほど。石100個。石100個。石100個？いきなり石100個か。え、とりあえず、あの、1個入れてみよう。はい。石100個？石100個ってかなりえぐくない？それ。石集めてくるわけ。石変わんないね。石じゃない。変わんないね。じゃ、石じゃないのかも。これなんだ？石じゃない。なんだろうこれ。でもこれ石っぽいよね。石っぽいけどね。ですよね。石じゃないよ。いよいよ飛んでるね。集めてからまた来るか。まあこのゲームはね、あのこういう、それかこれ集める数字が、これ
エグすぎるという話で八さんがね人数集めたんですよね。そうそうそう。ああ、あの集める数字がね結構な物量を求められるらしいので。誰か火ください。火が消えちゃった。いやでも来るらしいんですよ。ここにエグいらしいんですよ。石があるから。CK さんだね、CK さんだね。そうそう。ありがとうございます。はい、あ、ありがとう。あれ、キラスタのそば代無料なんだ。あ、あった、これ。この白い石が。これと。これと。あ、これ白い石になってる。これこれ、この白い石。オッケー。あー、ほんとだ、消える。白い石。これが火打ち石なんだ。100個集めましょう。100個集めましょう。ありがとうございます。100個集めたら、どれ。これ、隠すの？あ、宝石か。あ、それ、これ。いや、1個持ってた。なるほど。大変だな。はい。あの、向きが。これは違うの？これは違うっぽい。あれには、ツルハシ。あ、チュートリアルでツルハシなくなっちゃったんだな。あ、痛い、痛い。はい。痛い。燃える。誰かの、誰かのカバン落ちてる。めちゃカバンのかな。めちゃカバンが落ちる。めちゃこれあげる。はい。あ、ありがとうございます。ここたくさん石あるじゃん。これで割れるから。オッケー、了解しました。あれ？これ違うの？木の枝。暗い。あれこれじゃないのか。この白いやつ。もう腰が20個。おじいちゃんだから。そうだね、そうだね。1人20個と考えれば、まあ、いけそう。おお、なるほど、なるほど。これ、待ってね、これ。すごい、結構早いな。原始人見てる感じがする。プロ。早いんだよね、素材の。選ばない。リスナーさんに原始人言われてる。枝、ちょっとだけなら、あります。枝あるよ、はい。枝だったの？はいはい。あるよ。15個入れまーす。はい。誰か火打ち石持ってない？あと70個。黒い石、あと70個。持ってるよ。よいしょ。よいしょ。はっちゃん、はっちゃん、はっちゃん。よいしょ。はい、はい。あ、ありがとう。この透明人間ガラフィスさん。オッケーオッケー。お、ここに石がいっぱいあるぞ。このゲームね。壊せ。遠くのアイテムを掴むっていうことが全くできないので。ねえ、遠くのアイテムを掴むしかないよね。吸い付いてほしい。本当。これで壊せる。あ、オッケー。誰かアリックス呼んできて、アリックス。アリックス呼んで。グローブ、重力グローブを。よし、18個欲しいですね。よし、だいぶいったぞ。ラスト、ラスト、ラスト。あと49個。よし、4人いるのに結構大変だったな、俺。いっぱいあるぞ。おら。よし、おら。屈指20回やります。このね、あの、街をね、とりあえずいろいろな設備に対しての道をつなげていくのがもうチュートリアルみたいなところあるっぽいから。なるほど。これをね、一人でやるとか地獄すぎるじゃろ。背中に入れた方が楽だな。だからみんなを呼んだっていうわけよ。つまりみんなは労働力。わあ。ハチさんのために集められた下僕というわけですね。下僕が。いやー。大変だぞこれ結構。はい。はい。おー、いいね。あと30個。33個。才能河原ちゃんですか。はい。あと24。才能河原ちゃん。大丈夫大丈夫。終わりがあるから。はい。あと6個だよ。あと1個。できた。できた。なんかもにょもにょしてる。なんだ。おお。橋がかかったね。おお。橋できた。おお。橋ができた。おお。できた。しっかりこせ。明るい時に見たかった。下から行けない？さすがに回転術。あ、死ん、ダメだ。川を渡って。水、泳いでいけないのかなって思ったんだ。さすがに。いや、元も子もない。今までの黒、元も子もないよ、それ。あ、キノコ。はい、こんちゃ、こんちゃ。おの。いや、もうご飯が。ご飯がない。焼きキノコじゃん。なんかロック解除された。えい。焼ける？
あ、やばかった、よかった。生で食べちゃった。焦げてなくなっちゃった。焦げてなくなっちゃった。これね、一瞬、一瞬だからね、あの、焦げるタイミングの一瞬で狙って取らないとダメよ。マジか。あ、でも焼いた方が回復するんだ、じゃあ。人の火で焼く。ただね、こうやって、あ、手で焼くと手も焼けるからね。難しいんだよね、これ。わらわも、わらわも。お、焼けてる。食べ物、食べ物、いける？ちゃんとベリーを焼けたよ。待って。え、それだってどっから拾ったの？上手いショット。あー、でも全然お腹回復しないよ。あ、剣ある。剣ある、剣ある。剣、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 ドッグフード、ドッグフードはない。ドッグフード、ドッグフードはハチさんにしか効果ないんじゃないの？ミャワキャットフード。取られた。痛い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 。ボコられてる、ボコられてる、怒られてる。ほど遠い、ほんと。え、なんかでっかい盾が、あ、これ空腹になったらどうなるんでしたっけ？錆びた盾。空腹になると、あの、時間経過でダメージ食らって最終的に死ぬらしい。ダメージあるんだ。これ倒せない。なかなか。あ、斧と何か使える。次は。あ、剣が刺さってる、錆びた剣。すごい。錆びた剣だ。ここは何だ？あれ？あ、固まった。なんかワープした。ワープした。固まった。固まった。ねえ、ミアはどっかワープしたんだけど。え、固まった。どういうこと？ミアさんが。固まった。ミアさん消えた？ワープされた。トラップだ、トラップ。ワープトラップだ。ミアどっか来た。なにこれ。どこ？落ちた。落ちた。ゲーム落ちた。ゲームが落ちた。ちょっと。ゲーム落ちた。そんな。大変だ。ご戦場感。あちこちでいろんなことが起こりすぎている。先乗せまーす。先乗せまーす。ここどこだ。あ、なんか緑色の光がある。これスコップもあんの？これもしかしてスコップで取れるやつがなんかあんのかな。持っていくか、じゃあ。あ、そうなんだ。同じ木こり小屋見つけた。え、木こり小屋。うん、ハチさんどこにいんだ。行けるかな。ここ、ここ、この先。これみんなこのワールドはいないのかな。あー、いた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 。いや、最初の場所じゃないですね。戻ってこれた。戻ってこれた。あ、戻ってこれた。よかった。あ、こっちだ。マップ。ウッディングハットを見つけましたよ。マップ、マップ、マップってあります、これ。地図が更新された。へぇー。なんかそこに。どこいたのみんな。みんなさっきの。あ、いたいたいた。こっちこっちこっちだぞーい。こっちこっち。おーい。火見える？でもね、ミア村木ちゃんが、ところで、あれ、なんかトチカさんの声が20人、フロム、あれ、バラバラの声が20人。あ、ちょっと待って、ミュートになって。あ、ゲーム入り直すと多分、マイク設定し直さないと。はいはい。あ、マイク設定し直す。あとミアちゃんを探さないと。立て看板。火見えた？なんかね、あれではない、あれは違う多分。これトーチカさん、トーチカさん、これミオ、シーケーさん、なんかそこでめっちゃ松明持ってるのが、ここになんか人が見えるけど、シーケー、なんか人マークが見える。これはシーケーです。あ、シーケーさんか。はい。え、あ、地震。さらに原始人味が。あ、このゲームはゲーム MO 地震だ。え、地震？ゲーム落ちた。めっちゃ電気だ。え、大丈夫？気をつけてね。頭低く。電気ヘッドセット外して。おっと、ヘッドセット外して。ここかな？今の地点ってここ？あ、揺れてない？ん？弱い。大丈夫？で、ここなんか人が動いてるから。向こうの方向、え、向こうかな？ゲームが落ちました。なんか地図がでもよくわかんない。関東揺れた。大丈夫？あ、違う。あーちゃんだ。あ、日が出てきた。気をつけて、フロム。気をつけて、気をつけて。こんばんは。あれ、CKさんがいなくなった。私、ゲーム落ちました。あ、ゲーム落ちた。ちょっと待って、ちょっと待って、なんかいろいろ起きすぎじゃないこれ。たぶん、今ここだよね。今ここだと思うんだよ。ミアちゃんはどこに行ったのか。ねえ、人がここにさっき見えたから。どっちだろう。気をつけて、戻ってきましょう。そんな、いやでもここ三サロだよね。ここの三サロがここのマップ上に表示されていない。自分見ながら、は？戻ってこれたよ。現実に影響が出たのか。ようやく赤になったじゃん、これ。やったね。あ、人が人が人が見えてきた。
いたいた、なんで、あん、あい、あん、あい、合流。あー、合流。皆さん、今ね、ここに飛ばされたんだけど。なんで、どこどこ、どこにいるの。みんなどこいるの。いた、合流。みんな、みんな大概迷子だ。今、みんなどこいるの。なんじゃ、石集めてた ところに戻ってきてね。あー。あ、すぐそこか。ここの、何どこだ。てかよく見たら向こうになんか家あるじゃん。さっきのと違う場所。いた、いた、この橋って、あ、一回戻ってきて、一回戻ってきて。はーい。池さんのミュートにして、ミュートに。入り直したらミュートしなきゃ。あー、なるほど。オッケー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 。はーい。拾えない、これ拾えない。オッケー。ようやく朝になった。あ、目の前に町あるじゃん。あっちっこ、あっちっこ。暗くて見えなかった。っまずこっちじゃん、多分。そこや、そこがあるやろ。こんな早かった。っていうか、ここにほら、ここにちゃんと出てるじゃん。あるじゃん。トゥーザマイン。マップあるよ。トゥーカーペット。マップあるよ、ここ。マップから行く。マップ。マップ。マップ。ここ、このマップのところに手添えると、マップが更新されるっぽい。マップが開けた。あ、そうなんだ。オッケー、開けた。後ろのこれはないの？フレンドオンサーバー。なんかサーバーって書いてあるから、なんかに送るんじゃない？サーバーの、なんかメールぽっ、なんだろう、なんよくわかんねえ。わかんにゃ。わかんない。なるほど。え？とりあえず街に行ってみよう。あれ、なんか向こうになんか動いてるのあるよ。この坂の上。なんか動いてた、今。今なんか動いてたよ。敵かな。石器時代のサーバーです。食い物か、食い物か。石器時代のサーバー。いや、もうお腹がすっごい。あ、鳥だ、鳥、鳥。食い物だ。食い物だ、食い物だ。逃げてる、逃げてる。逃げてる、逃げてる。ナイス、ナイス。あ、ナイス、ナイス、ナイス。あ、肉肉してる。バラバラもんだ。バラバラもんだ。なんて意識高いやつだな。バラバラもんだ。バラバラもんだ。この肉は。青い肉って怖いな。これ、焼いてみよう。ちょっと食欲が…焼かないと腹壊すらしい。あ、マジっすか。毒ありそう。あ、焦げ…一瞬で焦げた。ラフィスさん、食料大事にしないと。骨食っちゃダメ、骨食っちゃダメ。骨食っちゃダメ。ラフィスさん、気持ちいいからって骨食っちゃダメよ。ちょっと待って。骨はハチさんにあげるって喜ぶから。羽を一瞬で焦げたからね。よいしょ。で焦げましたね。よいしょ。動いてるやつと笑ってるやつは敵です。敵です。敵な。これ結構食べ手があるじゃない？せんだ。あらら。生は無理、生は無理。焚き火を起こすには。ねえ、お腹すき。焚き火に草の草がいるってだけ？草？これは松だとダメなのか。燃えやすい。種火になる草と。はいはい。あと、木がいるから。ダメージ。ちょっとダメージ食らった。ダメージか。生で食ったらね。骨？あ、骨？ちゃんと枯れ草がないね。枯れ草の方にあった気がする。最初の方にあったけどね。なんかあったような気がするな。そろそろなんか食わないとわらばやばい。空腹ゲージ。みんな好きだよ。あったあったね。あのね、あのリンゴがいいんだよね、リンゴが。あー、リンゴ。あー、信じればリンゴ。あ、気にならなくても別にあるか。今、中身のどこ行った？街の中。街の中いるよ。あ、街中。落ちたっぽい。落ちたっぽい。落ちた？あー、止まってる、フリーズしてる。あー、みんな、落ちすぎじゃね？落ちたー。なんか、サーバーが。なんか、ポコンってなった。ここか？いる手つらい。あ、ほら。クラフティングビルディング。あ、クラフトのお家だ、ここ。ほら。落ちましたねー。肉ゲット。あ、これ全部クラフトのうちあれだわ。いろいろさっきの箱みたいにお金集めてる。いろいろある。なんかチェストみたいなのがある。よいしょ、待ってください。肉よいしょ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 。いた。これ落ちたらダメージあんのか。よいしょ。でっこうか。あ、鳥鳥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 。これ同じなどこ。あの下の方に落ち、町の下の方に行きましたね、私は。ランチャー画面がぐるぐるしていて入れないんだけど。な、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 おっと。おっと？逃げたー！
一瞬で焦げた。ポストマネージャーで。ポストからお金が出てきた。ちょっと待って。金だけになっちゃった。食料は大事にしないと。あ、こんばんは。透明人間が。透明人間です。いまだに透明人間なんだ。ずっと透明人間なんだけど。ずっと透明。枯れ草ありますけど、これ何？ここに下に置いたら焚き火できるんですか？これ。枯れ草置いて、で火つける。はい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 。あれ？鶏肉が消えた。あれ？背中に入れたと思ったら、鳥やっつけたのに消えちゃった。羽だけになっちゃった。ダメだな。ランチャー再起動したけどぐるぐるしてるぞ。原始人 VR もなんでだ？マジで、リンゴが火つける。リンゴが食べたい。あ、火つけて。はい。で、あと木をこうやってやれば。とりあえずこれで焚き火になる。いったやつ。で、ここに鶏肉を突っ込む。るる鶏肉を突っ込む。はい、これで燃える。あ、ちょっと、どっか行かないで。あ、ちょ。一旦スチーム落としますか。了解。なんで、ランちゃん。今生肉食おうとした。え、これで焼け、あ、いや、あれだな、骨じゃないか。骨やないかい。骨やないかい。あ、ちょ、骨壊すな。カルシウム大事ですからね。え、これで調理できるってこと？そう、今ほら白い煙が出てるから。あ、本当だ。火力が違うのかな。これ待ってれば大丈夫なんだ。はぁ、あったか。じゃあ、食料調達してくるよ。食料は私も探してくる。鳥。はーい、いってらっしゃい。じゃあ、わらわは、みんなが頑張って労働している間に、こいつは骨が肉を食う。フロムコードだ。なんてやった。あ、鶏肉がすごい美味しそうな色になった。え、そんな、うわ、いいな。あー、いただきます。あれ、ここって聞こえたね、今。鳥の声。うめえ、うめえ、うめえ。あ、骨まで食べちゃう、骨まで食べちゃう。骨食えないんだわね。よし。お、なんか、実績じゃない。なんか、クエストコンプリートした。黒星さん、コンパチじゃー、見に来てくれてありがとうじゃー。結構焼けるのに時間かかったね。へへへ、仲間を出し抜いて食らう肉は、たまんねーぜ。フロム、コードです。いやー、仲間を出し抜いて。なんならミャオさんに至ってはゲームが落ちてるという状況で食らう肉。最低のゲームマスターじゃないか。いやすまん、一人だけ。そろそろ食べないとお腹が3分の1ぐらいになっている。肉を持ってきたぞ。肉2個持ってきたから、肉焚き火を用意しておいてください。はい、私は山菜を持ってきてます。山菜ナッパで腹が膨れるか。肉をよこせ、肉を。毒キノコですね。毒キノコですか。毒キノコ、怖い。いきなりなんか人狼ゲーム始まってるやん。もう怖い。ここは何の側で。まだ信頼関係崩さないでいかないですか、まだ今のところ。もうちょい信頼関係の空腹な。お友達の前、隣で食べる お肉。うめえなー。あ、ポチだ、コンパチじゃー。何このゲーム、MO の、みんなでね、街を開拓したりしつつ、冒険をするゲームなんじゃけれどもね、ゲームが落ちたりね、なんか、キャラクターがしっかり表示されないとか、いろんなバグに見舞われてね、とりあえずみんなで肉を奪い合いながら肉を食ってるゲームになってます。お肉焼けたよ。醜いゲームだな。人の醜さが。お肉焼けたよ。肉、あ、なんかここに木がたくさんある。お肉焼けた？もらったけ、もらったけ。焼けたよ。鳥がいない、もうこの辺。素材は全部わらわのもんだ。お肉食べに行こう。このゲームは原始人体験ゲームです。これはなんだ？体験ゲーム。金床。人類の争い。金床。切り株が。そんなゲームではなかったはずなんだけど。切り株100個。わらが10個。草が10個。
わらわら肉だけに見にくいやらしいなって。肉草生えるわ。肉だけに見にくい。あ、羽、鳥の羽。これは？おお。よいしょ。ここは切り株50個に。結構回復しますね、肉。おお。はい。キャピタル。はい。キノコいっぱい持ってきたよ。キノコ。キノコか。なんかヘラがある。なんだこれ。これなんかどっかに置いとけないかな。なんか建物の中に入るとね、いろいろこう置けるようになる。置ける場所があったりする。あ、マジですか。ああ。うん。なんかね、タウンホールに行けるようになると個人チェストが開放されるっぽいんじゃね。タウンホール。だからタウンホールを見つけたいんだけど。タウンホール。大工さんの小屋かな、これ。なんかこの、いろいろする機会があるけど。どこだろう。ウィンドじゃ。お肉の焼いてるすぐ横らへんの。あー。ここ。ここは何？あ、タウンホールあったよ、こっちだ。あ、ここ酒場だ、看板があった。酒場見つけた。タウンホールどこどこ？これ手前からやらないと材料が足んなくに。あ、こっちか。あ、ここに？ここに木をいっぱい置けるのかな？あ、木の棒も置ける？木の棒置ける？置けないじゃん、これ。ちょっと待って。あの、一番高いのがタウンホール？かなり高いとこですね。あ、置ける。すごいね、このこのお城みたいなやつか、これか。コラボなのに、点でバラバラに好きなことやってる感じ。たまらねえぜ。あー、オッケーオッケーオッケー。これがタウンホール？あ、出た出た、タウンホール。オッケー、マップ更新。これ、手元に持ってていいんじゃない？これ何個までスタックできるのかな。ちょっと待って、どこ行ったん？タウンホール。これに個人チェストがあるの？個人チェストがどっかに。共有？フロムコードです。給油のチェストがいっぱいあるよ。オープンユアロックボックス。あ、これだ。あった。これが個人チェストだ。あ？オッケー。あ、なんかサイコロがある。ここで賭け事が。原子給油場フロムコードです。なんだこれ。キノコが逃げてる。原子給油場。キノコが逃げて。何ここ、銀行だ銀行。お金を。あ。金はわらわなもの。金。金だ。金はわらわなもの。なんて、金だ。なんてやつだ。ゲー、スタックした。スタックした。誰か助けて。助けに行こう。スタックしたって。なんだと？なんだと？ワープボタンがあるでしょ、ワープボタンが。ああ、確かに。いや、みんなにこれを渡したいのよ。この持ってるの。にゃー。なるほど。多分焚き火の遠くから見回せば見えると思う。重っ。あ、やばいやばい、落ちる。これでもなんかダメージ食らわないやん。炎を構えながら、フロム、危な。誰か助けて、誰か助けて。皆さん入れた？入りました。あ、よかったよかった。うわ、ここすごい重い。あ、鳥ロギスターを助ける前に鳥だ、先に鳥に行く。鳥に煽られとる。みんなもうご飯食べたの？食べた。助けて。ご飯あるよ、ここに。あ、皆さんのはないよ。助けて。ご飯。ここになんかバームクーヘンみたいなやつもあるけど。キッチンのバームクーヘン。先に肉だ。鳥もおるんや、そこに。鳥もおるや。あ、なんか焼けてる。ちょっと、置いてかないでよ。鳥？あ、みや、みや、焼けどダメージ。食べる。食べる。よし。赤い羽だ。回復した？よし。これ回復してるのかな？これ回復してなくない？回復した。あからさまに。何これ？わかんない。あとね、これ。キノコ。これ。今、鶏肉焼く。よっ、それ見てよ、キノコ。うわ、うわ、気持ち悪い。何これ？気持ち悪い。それね、逃げられたのよ。ええー。見てみんな、これ。あ、出れた。回復してる気がしない。ちょっと待って、肉焼いてる。これダメだ。肉。動いてんだけど、キノコが。キノコ動いてるって。キノコマンじゃん。下渡してる。あ、それ今手に持ってるやつ。かわいいよ。え、見せてみる。
動いてるよ。本当だ。あ、なる。くて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 。動いてる。キノコじゃない。肉が焼け。肉。あ、本当だ。動いてる。食べた。食うな。この巻物なんですか。焼いてあの。わかんない。あ、なにこれ。なんか。わかんない。なんか拾った。クックツーピース。あ、あ、肉ゲット。肉焼けた。いや、これ HP 減ってる。あ、肉焼けたよ。肉焼けた。HP 減ってるか。逃げてる。キノコが逃げてる。はい、キノコが逃げてる。あの、お腹減ってる人、お腹減ってる人。お肉、はい、減ってる、減ってる。はい、ありがとうございます。よくわからんパーツもあったよ。うめえ、骨いらん。羽、羽。羽は多分、おいおい、弓矢とかの素材になりそう。あれ、斧。やっと回復した。やっとスタミナ回復したわ。はっちゃん、はっちゃん、はっちゃん、はっちゃん。手あぶり。ハチちゃん、ハチちゃん。あ、なになに？これ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 。あ、見せて見せて、ほら、見れなかった。ちょっと見てて。あ、消えた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 、キノコ消えたんだけど。残念。なんてか、あ、なに？赤い羽がある。これ、アイテムボックス的なのあるんですか？建物の中にあったりする。建物の中に。町の木は切れないのか、さすがに。どちらがいいですか？ダメなのか。こっち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 。どちらがいいですか？ん？どこどこ？あの、タウンホールに個人チェストがあるから。ですかね。タウンホール。タウンホール、タウンホール行きましょう。タウンホール。よいしょよいしょ。切れない。木切れないわ。イエーイ！剣。こんばんはー。サッピサビ、サッピサビの剣。こっち。サッピサビの斧じゃ木切れないのかな。こっちじゃない。いや、切れるはずじゃよ。こっちじゃない。こっちこっち。こっちこっちこっち。めっちゃ遠くない？足遠くない？タウンホールめっちゃ遠い。これ途中の建物入ればクエストクリアするんじゃないの？あ、まあ入ってけばクエストクリアしていけると思う。なんかクエストさっきクリアした。なんだこれ。この違法建築。違法建築。ここ何？そんな剣じゃスライム一匹倒せないぜ。フロムコードです。おお。マップが更新された。崩れそうじゃないそのタウンホール。もう違法建築の極みだよね。なんかハウルの動く城とかに出てきそう。はーい。ここのね、これが個人チェスト。ほう。わあ、また暗くなってきた。え、どこ？ほう。なるほど。6個しか入れられない。よいしょ。効率が広いな、この町。フロムコードです。ここに入れなくてみんなが使えるとこに置いてていいんじゃない？ああ、その辺に投げ捨てておく。金、金がある、金が。消えそう、なんか今鳥消えたしな。効率がないので合法です。原始人の村だから。お、これ上に上がれる、上に上がれる。なんかいろいろ、いろいろあるよ、なんか。なにこれ？なんかいろいろ作れるものがある。これ鉄と、なんだこれ、クリスタルみたいなのと、コイン。人んでた。なんか、いろいろ作れる。暗い。暗いオブフや。木を、この建物、高いだけで、大半の階なんもねえぞ。見かけ倒しだ。鉱石しまって。あ、くら。これなんか立てかけて置ける明かりとかないのかね。地面を出して。ですね。ある。暗いですからね。暗い。なんか明かり、あ、落ちた！あ、死んだ。え？死んだ。死んだらどうなるの？死んだ。あれ死んだらアイテムロストする設定になってるかばって確認できるな。あ、アイテムロストしてる。ここにさ、松明置けるんじゃない？もしかしてここ落ちた。あ、置けるの？なんか松明置けに置けそうなところあるよ。アイテムロストの設定は生きてる。壁に火つけていくか。これか？刺せばいい。刺さらない。刺さらない。刺せる？これ。これなら刺せたりしない？すげえ散らかってんだ。刺せないか。刺せないか。もしくは刺す専用の何かあったり。ああ。いけないね。みやさんがさっきワープしたって言ったの分かった。ワープじゃない、あれ死んだんだ。
あーえ、なんで死んだんだろう、そしたら。わかんない。なぜ死んだのか。わらわもそのミワさんがさっき言ってたあの転送された場所っていうところで今生き返ったから。お肉焼けたよ。お腹空いてる人いるかい？タウンホール遠いな。あ、行けた行けた、刺しました刺しました。普通にそのまま話はさせた。あ、本当だ、すごい。いいやいいや。いっぱい松明作ろうじゃ。おお。いっぱい松明作る。あ、本当だ。え、じゃあわらわ松明あれ？あ、そっか。わらわ全部荷物落としたんだ。え、どこ？わらわの死体は荷物どこ？この辺にもなんか光明かりが欲しいな。なんか食事できないな。めっちゃ散らばってる。ここだけか。そこしか置けないか。刺すとこないね。ここにももう一個だけある。何これ？階段の先。あ、立てほしい。行く、焦げてる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 。焦げてる？あー、マジか。こっちもある。よいしょ。こう。よいしょ。あ、松明。これじゃしないと。これじゃあ。ダメージ食らった。ははは、マジか。焦げて焦げてる。これも。お腹いっぱいだから食いに。ああ、上まで来た。松明他に置ける場所、こっちはないのか？あ、ここか。こんなに上まで上がってどうするんだろう。あ、おっ、消さった、消さった。上の方、マジでなんもなかった。あ、ダメだ、すごい。重い、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 重い。HP が、HP がやばい。ゲージ2。うわ。うわ、ちょっと。あ、ハチさん、これでさっき死んだのか。そう。ハチさんが死んだ理由が分かった。おぉ。はやー。あの、これ、何かの条件が重なると、落ちるっぽいね。いや、ミヤ、単純に足を踏み外して落ちましたね。あ、多分、あの、コーチカさんが言ってる落ちるわ、あの、ゲームが落ちるの。ゲームが落ちるのは、なんだろう。あー、ダメだ、落ちる。落ちる。あ、HP すごい、自動回復してる。落ちるので、自分から、ログアウト。あ、落ちる前に自分からログアウト。これ、いつまで燃えるんだろうね。永遠燃え続けてくれるなら嬉しいけど。ほら、つる橋あるじゃん。弓欲しいなぁ。弓作りたいな。これって何？これって何？これ。わかんない。何か多分ここに、いい素材を持ってくれば、ここに何かができるんじゃろうけれど。錆びたハンマー。錆びたハンマーがある。はて。スモールシート。お金はあるけどさ、鉄の、ジャミアハンマー。インゴットがない。ハンマーって、多分鉄とかは、あ、なるほどね。入れられた、入れられた。採掘しに行かないと。いや、ハンマー。行かなくていいか。上何にもないらしいけど、上に行く。見に行くのあ、ここから外出られるよ。すごい危ない。気をつけて。危ない。ここに入れとこう。しました。足元が危ない。あれ？足元。ワープするとね、なんか、落ちちゃうね。ワープすると、落ちやすいから、ゆっくり歩いていこう。いやー、怖い、怖い。松明がない。もう松明がないよ。タイマーメロと上にね、なんかあるんじゃん。なんかこれポーションみたいなのがある。ポーション拾おう。おう、これなんか赤い羽。明かりがでもミヤは持ってない。ミヤはもう明かりない。違法検定の場所。私は外でなんかお仕事しよう。ポーション1個しか持てない。ポーション、これが最上階。取った。木がある。外、これは羽。こっから外側行けるじゃん。誰か火つけて。火。木の枝、木の枝。ついた。切れないな。はい、ついた。あ、矢がある。矢があるじゃん。あ、ほんとだ。あ、矢だ。ほんとだ。矢ね。弓がないけど。なんで？なんでもないです。なんでもないです。あ、ほらほら。ほらほら。ほらほら。なんかサイコロもあるよ、サイコロ。最後なんか至る所にサイコロが。きっとこの町の昔の居住者はあれが好きだったんやらね。賭博ギャンブル。あ、落ちた。おお。オッケー、一回だけだった。あ、よかった。一回だけだったから大丈夫。結構この隙間からね、落ちちゃうんじゃね。落ちます、ね。とりあえず素材、木切りたいんだけど、木さっき斧で切れなかったんだよな。なんか遠くで火持って誰かが歩いてる。誰。きゅうり後ろだけ。とね、切れる木と切れない木があるんだよ。
あ、そうなのか。うん。なるほど。おーい。じゃあなんか役割決めてとか素材集めます、まずは。どうしましょうね。まず何をするかから決めた方がいいな、これは。やれることが多すぎる。確かに。ちょっと想定以上にやれることが多い。切り株がなんかいいんじゃない？とりあえず。切り株？切っとる？あ、切り株6個とか言ってましたっけ、確かラフィスさん。ああ。どこがいい切り株だっけ？こんばんはー。最初の方のやつだと要求数が少ないからそっちの方でやるといいんじゃないかなと思う。ああ、なるほど。生きてる生きてる。OKOK。じゃあ下の方から町組み立てていきます。どうです？そうだね。とりあえず最初の方からやっていくか。はい、やっていきましょう。あ、ここに焼けた肉が。わらわ、たい。お腹はまだ大丈夫かな？重い。一個だけいこう。あ、おい。よいしょ。最初のクエスト。うわ、危ない。あ、これダメだ。あ、落ちる。下の方って、下の方か。ほら、まだ大丈夫。一番下のところから作っていくからね。ね、足を踏み外しますね。こっちは何だろう。こっちの上は何だ？ダメージ食らった。よいしょ。鳥だ！とりあえず、木を拾っていく。鳥の骨はいらんからね、ポイポイで。よし、あれこれや、これやっぱりネットワークだね。宝石がいっぱいあるとこがある。宝石めちゃ。なるほど。宝石取りたいですね。取り。外から見るとわかる。宝石こちら。時間帯とかかな。時間帯とか見ると。外見ると私がお外で降ってるからわかる。この個人的な使用が知りたい。どこだ。ここにカフェを預けて、これはタウンシップの反対側だね。閉じる。タウンシップの反対。タウンシップってか、そのタウンホールか。あ、OK。どこで開いても自分の預けたものが出てくる。木が10。何これ？木が50と草が10。火消えてる。松明の火消えてる。一応またそこが拠点残ってる？ねえ、フロムコードです。ここが拠点って感じかの。なここここは燃えてる。歩く木の子を見つけた場所は燃えてる。全部消えてる。タウンホールなんか暗くなってる。なんかこれマジか。みんなみんなが離れると消えるのかな。みんなが離れると消えるんだ。穴がついた。時間経過。ついた。どうだ。木が切れる木ってどこにあるんだ。全然切れない。わかんない。ね。もういない。これダメかな。ハンマーじゃ木切れないかな。コラボ配信。なんかチュートリアルだとハンマーで切れたんですけどね。ね、完全にみんなが単独行動してるから。やっぱ切れない木か。宮橋池さんについてってるよ。はーい。わ、単独行動してんだ。バラバラ。どうしよう。こっちこっち。はい、行く行く。ポチカさんどう？安定しとる？今大丈夫。今大丈夫。なんかね、狭い室内とかに来ると危ない結構。なるほど。これは何？ボッチワワフロム。とりあえずあれ皆さんどこ行った？いやここ。あれ。草を10個集めますかじゃあ。草了解しました。草最初の方だよね、確か。最初の。あれここ。あ、ここ採掘場だ。枯れ草か。枯れ草採掘場です。採掘場行きたいな。採掘場行きたい。採掘場めっちゃいろいろある。マップってさ、見られないの。自分のマップとか見られないの。これあれじゃない？組み立てれるんじゃない？草。ほら見て見て、トーチカさん。これこれ。本当だ。ガッチョン。チキン。おお。つるはしになった。新品。新品。こんな感じかな。いいな、いいな。枯れ草、枯れ草。おお。そうですね。本位磁石すらなさそうな。ここは？枯れ草と。ファインドザマイン、エンターザファーストレベル。あ、最初の場所に戻ってきた。ここが探索。洞窟だ。洞窟の入り口見つけた。洞窟？面白そう。ここは後でみんなで一緒に行こう。マップとか作れる？それだったら
いいけど。これ。モップを作りたい。この黒いのは何じゃろ。木が。トンカントンカン。木はある。枯れ草ない。枯れ草ない、ね。枯れ草全部ミヤさんに預けていいですかじゃあ。オッケー。よし。よし。ヤミスさんこんなピース。これ。あ、よし。あ、これだこれだ。はっちゃんはっちゃん。はっちゃんはっちゃん。あれ？これあげる。錆びてる。錆びてる。はーい。はーい。あ、ごめんなさい。はいはいはい。あ、お金預けてくればいいか。これ草。あ、なんか強いな、これ。なんかクエストが更新された。3発ぐらいで全部壊せるんだけど、これ。強い。さすが新品は違う。仕方ね、錆びてるけどこれ使うか。よさーくわー、木を切る。もっとちっちゃい木ありますか？ちっちゃい木じゃないとダメなの？細い木じゃないとダメ。あ、これ草増えた。あ、本当だ。枯れ草は何個集めるんだっけ？枯れ草多分他の建物でも使うかだろうからあるだけ持って帰った方がいいんじゃないですかね。いっぱいいっぱい。多分いろんなところで使うと思う。あ、6個のなんとかの鉱石を集めたわけです。カッパ。カッパ。あ、これ銅鉱石か。木が切れないよ。木切れる木どっちなんだ？ちょいちょ。木はなんかなんて集めますか？集めるのありますか？なんて？なんも木は50個必要なんですよ。はっちゃんさんこれ何ですか？はっちゃんはっちゃんこっち進めるよ。木の棒だったらそっちは後で行く。棒ってあるね。あの洞窟だと思う。あと、オッケー。そこは、あ、後でみんなで行こう。ゴリュー。木が。もしかして登って先に選ぶ？いっぱいいるよ。いや、登れねえのか。アイテムって持てる種類が決まってる？持つ種類を分ければ効率的に。これあれじゃない？アイテムのスタック数っていうか種類が持てる数が少ないからさ、人によって持ってるアイテム分けてしまった方が何を持つかをねですね。そうそう、その方が効率的な感じしますね。効率的。じゃあどうしよう。鉱石担当ですか？ああ、ここか。ここに草、枯れ草10個、木を100個。鉱石担当で、鉱石どんどん集めてこう。木100個か、すごいな。木がいっぱいいりますよね。でもこれ、先にみんなで木やった方がいいような気もする。100ってやる。とりあえず、これ、枯れ草全部入れちゃえば、枯れ草はチェック入りました。あ、ナイス。あとは木だけ。あっち側の建物にも枯れ草あります。交流する？あっちの後ろの、こっちの建物に。枯れ草はでも、ちょっとオッケーだよ。まあまだいるんだろう。他ではいるかもしれないけど。あの、肉担当、肉はただ奪ってるだけです。あ、ここにももうミア1個しかない。あ、こっちの方が木の数少なかったから、こっちに入れればよかった。あっちゃん、ほら拾って。拾って拾って拾って。オッケー、枯れ草また集めよう。しんどい！しんどい！腰がしんどい！枯れ草集めに行きますか、じゃあ。今、木の切り方わかんないから、みんなで枯れ草集めますか、私と皆さんで。オッケー。キコリ、キコリしに行きたい。いいなぁ。じゃ私、こっちの左側の坂道の上探してきますわ。はい。ほら、はよ、はよ、はよ、拾って、はよ、拾って。これが、あの、ちょっと待って、家にいるよ。ちょっと一回、待機画面、待機画面。あの、ちょっとね、あの、寒い、お部屋寒かったから、キルモーフ着て配信してたんだけど、いらね、これ。キルモーフいらん。ちょっと待って、熱い、熱い。冷房よいしょ。ああ、ああ、すっきりした。オッケーオッケー。なんか綺麗な建物。よし、これで体が熱くなる。ほら、いっぱいあるよ。身軽になった、身軽になった。これでいくぞ。この辺のキノコ食べちゃうか。これ、普通に労働、これ労働。口結構労働してるよ。労働してるよ、ほら。これ、ほら。50個限界、スタック50個限界、あそこに入れちゃえ。
了解。50限界なんだ。へえ。いて鳥が襲いかかってきた。え、鳥襲いかかってくるんだこれ。ちょっと、ね、キノコ。びっくりした。鳥につつかれた。いった。鳥って襲ってくるの？回収じゃん。襲ってくるわ。びっくりした。火がない。はい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 。はい。あれ。はいはい。ちょっと聞いて。はいはい。あの、ね、はい、この壺壊したら壺の中に肉が入ってたよ。はい、ほらこれ本当だ、この壺、この壺壊すか。あ、ほら、肉のかけらよいしょ、うん、かけらが、わぁ、何これ、肉が消えた。わぁ、やばしょ、わしょ、まぁ、はい、こっち側行くとなんか、物語が進みそうな気がするからやめとこうかな。はい、はい、はい、ちょっと薄々怪しいとは思っていたんだけども。よいしょ。あ、これもうね、あの立て木がついた方が楽だわ。よいしょ、なるほど。入ってるすごい怖い。はい、フロム、はい、はい、回収、回収。肉片が入ってるすごい確かに怖い。何の肉ですか？何の肉やろうな。何の肉やろうな。星肉や。座ってるとでもポーチが地面に埋まっちゃってアイテムが入れづらい。なんてこった。高さ調整ね。なるほど、高さ調整か。マンモス。あ、なんかさ、これ、配信の絵面的に しこたま地味な、あの、わらわの絵で、あれ、しこたま地味なんだけど、ひたすら地面を見つめながら、銅鉱石を拾い集めてるっていう。私は黒いやつをいっぱい取ったけど、60個入るで、バックパックだったら。あー、腰だと50個しか入らないのかな。それとも、アイテムによって持てる数が決まってるのか。あー、落ちとる。バックパックが落ちとる。ひたすら画面が茶色い。これいける？いけないね。どれ拾おうかな。よいしょ。しかも下を見てるからね、あのわらわの顔すら配信画面に映んねっていうね、頭頂部しか映ってないっていうね。ダメだ。ちゃんと屈伸して拾いましょう。この黒い石は必要なの？なんでそんな運動配信しなきゃいけないの？黒いのは多分これ炭じゃない？ダメ。あー、じゃあいるんだ。よいしょ。あ、どこらしょ。これ、この木だったらね、ちっちゃいからね、いけそうなんだけどね。こんだけ持てば十分でしょ。いけないね。なんで木いけないんだろう。よし、じゃあちょっと自分も向こう行ってみようかな。100個。ほら、これ行く。木が切れないのか。逃げた。木がないと進まないですもんね。大人ってやってられるか。木がないと進まないんだけど。どっちかが行くよ。二人はどこに？謎ロープ。とりあえずここ入れて、行くぞ。マルタここ拾ったからとりあえず入れていたわ。おーい、なぜバルバが運動不足だと知っている。サビサビじゃダメな可能性。なるほど、斧を新しく作んないとダメっていう可能性か。あ、でも錆びた斧でなんか切ってるの見たことあるな。みんなどこいるのそれ。待って、みんな、二人ともどこ？はい、ここは、一番下のところ、一番下のところ。枯れ草、コンプリート。はいはい、あ、これは木だけ。一番下、了解。おー、また木か。木がねえ、だって。これ、こんなくなんかある感じ？おお。赤い羽がたくさん。なんもない。あ、いや、なんかあった。なんだこれ、なんだこれ。なにこれ？おの。あ、これスコップだ。なんか手に入れた。運動配信何のことですかね？なんか針的なのを手に入れたよ。あ、危ない。いった、針。いった。ちょっと待って、落ちそう。いた。なんだろう。あ、これ、多分何かの、矢尻か、もしくは、どこ。や、槍の先端かなんかじゃない？これは食べ物？これは？どこになる？あ、ダメだ、まずい。まずい、あ、落ちる。に行く？ベルトのなんかかな。上なんか。登れないが？持てない。上になんかキノコとかありましたけど、登れないけど、肉とキノコ。肉とキノコ。あ、これ、あ、これワープで、ワープで。
あー落ちた。あ、ダメだ、ここは掴めない。掴めるところと掴めないところがある。登れるところも。お肉特に何も入ってなかったな、ね、木あるけどどこに入れればいいの。あ、その辺のここ、こことか100個って。あ、これ火事場ね、火事場、ね、ここ一番。とりあえず23個入れとくね。あーい、ここは何、向こう側はね、木が100個必要なんですけど、こっちはあと45個だから、あと45個、こっち捨てた方が早いのは早いかな。向こうに28個入れちゃった。ここは何だ。じゃあ木こりに行くかって思ったけど、それ木ってやっぱりその辺に落ちてた木ですよね。木こりじゃないですよね。うん、さっきの木こりがね、木こりのやり方がね、さっきの武器がないかな。そう、多分なんか武器か、あの衣装、あのなんか、なんかの部品じゃと思う。クロム、スクード、こんばんはです。木こりの斧作る場所ってどっかあります？斧はね、多分斧作る場所、現段階だとそれこそ火事場を、あの火事場を、作らないと、火事場に行けるようにならないと作れないから、錆びた斧を使うしかないはずなんで。スコップがある。なるほど。火事場を作るのに木が必要なのか。そうそうそう。たくさんコンパチじゃん。というわけで錆びた斧を今探してるんですけど、なんでさっきはたくさん見つかったら2枚に限って見つかんねえんだよ。あ、みや、斧も守ってるよ。斧。私も斧持ってる。ねえねえねえ。さっきみんなで橋作った方あるじゃん。ハッキングなんたらって出てきたから、こっちが木工所じゃないの。あ、そうそう、そっちが木工所のはず。こっちで木を切るんじゃない。あれ、あ、そっか、そっち行けばいいのかな。あー、斧あったの。あれ、あ、なんか切れそうな気がある。あ、斧買って。みんなお腹大丈夫ですか。お腹今はまだ大丈夫。あんまりよろしくはない。みなさん、それこそあれだ、その木工所の方に斧たくさん落ちてた気がする。オッケー、お肉食べる。あ、切れる木あったよ、こっち。はい、ありがとうございます。工場、切れる木あった？あったあった。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 あ、今度あったあった。これ、ミワさんが落としたものかな？かもしれない。木工場のさらに先にね、あるよ。木切っとくね。やっぱ切れる木があるんだ。乗り込め。え、この辺の木は切れないってこと？あー、あ、いたいたいた。おぉ。なんだなんだ、そういうことか。はい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 。こっちでいいの？とりあえずこっちで木を切ろうという。こっちみんなで最初、あの石をね、頑張って集めてね、やった先に木工所があって、さらにその先に行くと木がここ行けるとこがある。ここが木工所。 あれ、ご飯が食べられない。ついでにマップも開放しとくといいよ。なぜかご飯が、あ、そっか、あのご飯いっぱいなのか。ワープの開放ってどうやんの。これだ、マップを変わればいいんじゃない？重い。あ、それでいいのか。やばい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 。これは切れない。重い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 。いや、めっちゃ重い。大丈夫。めっちゃ重い。あ、めっちゃ。お、やばい。ここでしか切れないの？よいしょ。よいしょ。向こうの木は切れない。あ、いや、木の化け物いっぱいおるやん。びっくりした。あ、本当だ、なんかいる。木の化け物？なんかいる、なんかいる、なんかいる、なんかいる。何やの、これ変態みたい。戦え、戦え。あ、攻撃してる。飛び道具だ、飛び道具。やばい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 。逃げろ逃げろ。逃げろ逃げろ。やばいやばいやばい。あ、ちょっと待って。盾ある盾ある盾あるよ。盾。これ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 。別にダメージはほぼほぼないかな。盾の装備を、盾を装備した。あっちさんならいけるはず。うわあ。いけ。いや、斧どっか行っちゃった。行くぞ、ほら。あ、死んだわ。あ、死んだ。死にました。ダメだ、死んだ。縦で、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 おりゃ、あれ、死んでしまう。あ、縦、おりゃ、ハチさんが止まった。ハチさんがフリーズしてる。え、生きてる生きてる。あ、生きてる生きてる。向こうからやってきた。やばい。オッケーオッケーオッケー。赤赤。どこ、おら、痛い痛い。死んだ。痛い死ん。キー集めてたんだ。逃げる逃げる。痛い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 。おらおらおら。痛い痛い痛い。昨日わけお腹の状況は死んだ状況なのか。重い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 。攻撃入ってんのかこれ。死ぬ死ぬ。あー死んだ。ほらほら、痛い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 。これあのな、なにそれなにそれなにそれ、なんか
爆弾みたいなの巻いてる。ラグで死ぬそう。ラグで死ぬそう。何これ、当たったらダメージ？当たったらダメージだったよ。ああ、いっためっちゃ食らってる、めっちゃ食らってる。あの待ってる、あれ当たるとダメージ食らう。私は地道に気を作っております。今も攻撃しに行こう。パンパン我が道を行ってますね。こんなバビ教官の地獄映像の中でひたすらただただ木を切るという気を作ってます。上がりの心、これダメージ入ってんのか。なんかダメージ入ってる気がしないんだけど、一応なんか当たってはいるけど。ね、私がせっかく集めた。おら、あ、倒した。ちょっと私の死体にお肉いっぱい入ってるから、それだけ誰か拾って。私の死体に。え、お肉だけは。死体、それでアイテム落とすのか。痛い。大丈夫？死体はアイテム落とす設定にしてます。あ、そういうことも。消えるのかと思った。消えはしないのか。足元に落ちてるよ。はい。ラグで、もう回復してる。わかった。そうかそうか。素材をいっぱい作ると重くなるんだ。と。あ、なるほどね。なるほど。ごめんな。だから素材を多分。ラグスター謝って。ごめんな。ねえ、死ぬ。ちょっと待って、今回収してるから。真っ暗になっちゃった。なんか真っ暗になっちゃった。なんで戻ってきたの。自動回復。ちょっと HP 回復してたらなぜか死んでるんだけど。ああ。え、でもアイテムはあるから死んでないっぽい。死んでないね。なんかねワープしちゃう。なぜかワープしちゃう。そういえばね、ソードオブザー、ソードオブガルガンチュアで。アイテム無限に出せる祭壇があるでと、あそこでいっぱいアイテム出すと、確かこんな感じになった。やばい。何か。敵が来てる。怖い。あれ？広い。これは切れない木か。もういいや、木を集めよう。木を集めて、気合入れよう。とりあえず。木を集めて、気合を入れて。72切れる木と切れない木の違いってわかります？色？本当ね。色違った。色が茶色、茶色が濃かった。濃い茶色は。これ、この色。この切り方切れそう。これ。この色。この色が切る。これ。なんか飛んでった。はぁ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 、なるほど。これが。よいしょ。めちゃくちゃ枝があるんだ。これ細いやつはね、なんか出るより少ないんだよね。よいしょ。細いやつ叩いていったら枝になるんだ。よし。ああ、こっち来てる。でも今必要なのは枝じゃなくて木。あ、すごい。なんだ。なんか地面からなんか生やして攻撃してきた。ええー、怖っ。やば。あ、こっち行ける？よし、倒したぞ。ナイス。倒したよ。何この黄色いやつ。何この黄色いの？クイル？あ、死んだ！死んだ！黄色いやつで死んだ！わぁ！丸太いっぱい持ってる人が死んでしまった。大丈夫か？死んだ。いけない。こっちいけないわ。待って。すぐ戻る。戻る。きついぞ。きついぞ。そして暗いぞ。暗い。暗くて何も見えない。松明は火つけて。あれ、こっちじゃない。あ、違うとこ来ちゃった。どこだっけ。大変だわ。見えないわ。真っ暗。草あるから木の棒と。あ、こっち行ったら敵にやられそう。攻撃。あ、これなんかスラスラ降ってくるあれは攻撃っぽいですね。もっと何もわかんない。オッケー。あれどこ？これどこ？書いておこう。あれ？こっち？やばい。死ぬ。あ、オッケー。木の枝になった。これで。なにこれ？ツルハシ？誰？ツルハシ持ってんの？すごっ。草をつけてあげることで。こっちか。多分私のじゃないかな。松明。新品のやつでしょ。そう。奪いましょう。
奪いましょう。あれ殺伐としてんな。よいしょ。かーき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 配信画面が映えな。げっ、映えちょっと待ってよ。オッケーオッケー、今とりあえず配信画面明るくした。戻ってきたー。よいしょ。オッケー。宮回収できるこれアイテム。そこに敵がいるんだけど、あのパッと取って、パッと逃げて、パッと取って、パッと、パッと、あ、あー重い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 、もうめちゃくちゃマシンガンみたいな攻撃するし、ダメだな。ダメだな、ね、ここはあの序盤で来るべきところじゃないと思うんじゃ。お、一人殺した、一人倒した、一人倒した、一人倒した、ナイスナイスナイス、ガンバガンバ、どっか行った、あー死んだ、あー死んだ、あー死んだ、木の枝は大事、木の枝ちょっと待って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 、バグるバグるバグる、バグる、宮のアイテムでバッグが買えない、よいしょ、これはこれ、これは拾える、あ、これ宮ちゃんのだ、これミアちゃんのだ。違う。これじゃあこれ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 。なんだろう。引っ張らしだった。よし、これ。はい、ありがとうございます。あった。これ明るいよこれ。ねえ。これ自分の体でダメージ食らう？もしかして。あ、食らうんじゃないですか。もしかして。あ、なんか食らってるわ、食らってる、やったっつ。アイテムが。これ何？違う。光ってるね。バッグ掴もうとするどっか行く。よいしょ。ありがとうございます。回収した。これ何？撤収。爆弾。あと斧やら何やらを。斧や斧やら。トーチカさんがめっちゃ戦ってる。ガンバー。撤収。ガンバー。盾役二人くらいか。斧。撤収撤収。ああそっか。わしのカバン。盾が守る。ラグったラグったラグったラグで死ぬ。ラグで死ぬ。え、こっちの斧よりこっちの斧の方がいいかな。寂しい音。これ音聞こえた。私のカバン誰か持ってるか、このでかすぎて入らないのか、はい、持ってるよ持ってるよ、こっち持ってきてる、盾で守りつつ、こっち入らない、他の人が、あ、盾で守りつつ回収した人が回収していくっていうのがいいのか、はい、はー、ありがとうございます、やったー、ね、ウォートの、あ、ダメだこれ、よいしょ、この斧ちっちゃくない、あー来た来た来た、敵来た来た来た、こんなもんだったっけ、なんかサイズちっちゃくない、よいしょ、あ、死んじゃう死んじゃう、皆さん死んじゃう、そうね、あ、逃げて逃げて、オッケーオッケーオッケー、オッケーオッケー、あ、これできないだろ、なんか入れましょう、よし帰ろう、帰ろう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 、ここはここ危ない、ここ危ない、危ない、あの木の化け物強すぎる、とりあえず木はいっぱい積んだからね、あ、オッケーです、あ、あっち雪、雪積もってる、え、あっち雪積もってる、はい、あ、本当だ、雪絶対強い敵おるやん。いや、一旦死ぬて、絶対。あっちゃんダメだって。一旦戻るよ。一回帰る、一回。一回帰ろう、もう。待つ。怖い、怖い、怖い。今持ってる素材で建物建てないと、多分積むんじゃない木が入るまでは。あれ、走れない。ねえ。あ、そっかー。お腹すきすぎると走れないんですよね。あ、お腹、肉あるよ、肉。肉。はい、はい、どうぞ。わーい。そしてトーチカさんは大丈夫かな？はい。あ、トーチカさんじゃない。ありがとうございます。ラグイ。お弁当屋さん。もういい。骨っていらないかな？捨てちゃっていい？いいと思います。骨いらないでしょ、多分。今、街に戻ってる。骨いるのかな？骨なんかに使えるのかな？もしかして農業とか使えるのかな？あれ、何これ？あ、全然、なるほど。なんか変なとこ来ちゃった。変なとこ来た。コップンか、マイクラか、マイクラコップン、よし、とりあえず今拾った右側の建物がなんか素材費用安いですよ、右側の、じゃあこっちをとりあえず作ってみるか、50個なんでこれで何ができるんだ、 あと49個あるよ、79個あるよ、79個はい、なんか今これで、お、なんかできた、お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 、できた、お、できた、なんかできてる、なんかできてる、外、なんだ、あ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 、できてる、はい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 、すごいすごい、何ができたの、これこれで、何ができたんだ、何ができた、バインドザー、
カーペントリービルディング、あ、クリートコンプリート、ファインドザカーペントリービルディング、アドドゥトゥ6、物力をチーゼルディック、ここでなんか木でなんか作るんだ、6個、6個あるよあるよ6個、ここちょっと松明作ろう、6個の木、これもしかしてでかい木じゃないとダメ、よいしょ、これ切り株じゃダメ、こっちにも書いてあるのか、こっちにだからあの籠を多分どっかに落としてる、こんばんは、こんばんは、籠どっかに落としてる、籠は買ってないのかな、これやばいな、よし、オッケー、これ火つけた、あ、火ついた、おお明るい、よいしょ、まさかこれ、これ絶対なんかできる、これ、なにこれ、カッターだ、あれ違うか、これ木材カッター、このあの、木こりのところに地下の道具見なかった、木こりのところ、はい、そうそう、なにこれで、どう、行ったとこ、あ、そっちか、これ、ここに火つけるか、もしかして、ここに火つけるんか、エネルギー、エネルギー、ほら、ここになんかあるじゃん、あ、本当だ、よいしょよいしょ、マップがロウソクつかないか、広い、マップが広い、違うね、あ、一応、ロウソクに火ついた、ここどこか火つかないかな、あ、ついたついた、火つくじゃん、これ、天井の、こっちか、天井のところに火がつく、あ、ほんとだ、火つく、明るくなった、すごい、こっち行くの怖いんだけど、おーい、あ、これ、この棚もしかして木材入れまくれるの、これすごくない、これ、じゃあ木材取ってきたらここに入れていけばいいのかな、どこ行った、どこ行った、どこ行った、カウンターのところに、カウンターの棚に入れれるところがいっぱいある。CK さん、CK さん。外にあるよ、はいはい、外。外。え、なさそう、パッと見。あ、パッと見なさそう。あまりここにいると、敵のヘイト集めちゃう。ここ。どこに、暗いからわかんないけど。ここか。ね、これが、これ火つくんだよね。マルタ集めれるんだ。持って帰ろう。見て見て、投げ込める。投げ込める。マルシールド。あ、ほんとだ。すごい。トチカさん、こっち。じゃあ木こり仕事にしようかな。でも木こり仕事にしたらさ、木のモンスターとずっと戦わなきゃいけないんでしょ。また持ったから行くぞ。モンスターの手前のを頑張って。ねえ、あ、ここに枝入れられるんだ。トチカさんの荷物です。ここに枝入れがある。なかったか。枝。いやでも暗いから。枝見は持ってない。もう一回枝がなんか集めたんだけどなくなっちゃったか。コメントコメント。枝、わらわ、7本しかないや。いや、ゼロだった。答えは何個か集めたのに。ああ、そうなんですね。チャゲさん、ごまどしてみてるんですよ。ごまど、ごまど。めちゃくちゃありがたいけど。ああ、なるほど。切るのは出ない可能性？そこの2階にも、なんか木が必要なやつがあるよ。木が25個。鉄が5個だって。鉄のインゴットが5個。鉄のインゴットがない。鉄のインゴット、鉄は、地下に潜らないと。なんか鉄のね、素材はあるんだけど、それをインゴットにしないとならない。精錬しないといけない？精錬とか、あ、火事場で精錬するんだ。そうだ、火事場だ。次は火事場を作んなきゃいけないんだ。だから火事場を作んないと、インゴットとかを精錬できないから。ここ火事場か、そっかそっか。じゃあまた木を集めてきましょう。木を78本木集めてこないと。また木か。木か、他に木切れる場所ないんですかね、ありそうだけどね、あ、ここに木を ね集めておけるの、あ、そうそう、とりあえずそこに37個置いてるから、とりあえずこれも使っちゃう、いや、置いてていいんじゃない、後でまとめて入れればいいから、もう14個あったの、あれ、うのどこ行った、あ、朝になるな、あ、そろそろバラバラ、お腹が、あ、ないか、お腹が減った、お腹、まあ、まだ大丈夫か。あ、飯、お弁当3つあるよ。お肉、3つあるよ。肉よこせ、肉！肉よこせ！はいはいはい。橋のところ、橋のところで待ってて、橋のところで。肉肉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 
はいはいはい、おめでとうございます。あ、なんかワープ移動ができなくなった。投げたやつ拾って食べる様が。はい、キコリ、キコリ。ご飯食べてる。ご飯もらってないような感じになってる。ほら、キコリ、キコリ。私も半分ぐらいになってるな。食べ。え、でっかい。でっかい、この。あ、これ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 。いや、ダメだな、これ。ちょっと食事がないから、私、鳥飼ってますね、鳥。でっかいよね、ヒート。鳥、いらっしゃいましたよ。お、ナイス。焚き火は、なんかできないの？木枯れるところ他にもありそうじゃけどな。ねえ。でっかい。これ、3分の1ページしか書いてないんだけど。でっかい。斧で木をやりましょうみたいなのしか書いてない。ああ、フロムバールミリオン。これが、これが集めるやつですね。バルミさん、頑張ってまた木生えてるじゃん。あ、木生えてる、生えてる。この、あ、オッケー。これを、こうして。木リポップするのね。これを、こうして。板にしとこう。じゃあ、あ、木消えた。鳥がいない。あ、敵来てる、敵来てる。そこの木拾いたいんだけどな。敵が来てるから拾えない。ここが一番近いのか。この先行くと敵が来た。敵が来た、敵が来た、敵が来た、待って待って。あ、来た、来た、来た。切っとる場合じゃない。縦置いてきちゃった。おら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 。このおら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 。一度に持てるアイテムが絶妙に少ないから。え？それが結構難しさに拍手を。え、でもキー79個持ってたよ、さっき私。あ、いや、なんかこう、アイテムの種類？あれ？切れなくない？このキー切れない。あちゃげさんもいらっしゃい。よいしょ。木が切れない。木が切れない。オッケー。ワラワが盾役になる。ワラワが盾役になってる間にみんなを木を切ってくれ。早めに。よいしょ。一人を犠牲にして。よいしょ。よいしょ。雨あるから。早めにダンジョンに潜ってバッグを解禁しちゃうのが楽だって。よいしょ。よいしょ。そうなの？確か大きい大きいバッグみたいなのがあるんだよ。確か。おらおら。え、じゃあ。そっち行っちゃった方がいいのか。やめろ。こっち行きましょうか。そっち行ける。ただ今の武器で潜れるのかな。死んじゃうのでは。このサッカー場のとか。サビた。サビたやつないけど。剣だったらそっちの方に。おら、おら、おら。全然切れないんだけど。おら、おら。こんな個体。結構切るの時間かかるけど。じゃあ皆さん。皆さん、バラマイケルに変わる？これ何これ？ダメージ食らうからダメよ。いや、立ちます。ダメージ食らうからダメよ。はい。よいしょ。さあ、来い。低階層ならむしろここより楽。低階層ならむしろここより楽じゃって。あ、ほら。よさーくわー。あ、なんか投げきた。みんなに爆弾くんだ。あ、折れた！倒れるぞー！オッケー！倒れた！ヘイヘイボーン！みんなでやってるとこで私は一人でわさわさやっている。わさわさ。どうしたの？わさわさ。おいおい。よいしょ。これ逆側から切った方早い説ある。うん、あるよ。とりあえずこの木だけ集めちゃったら低階層行きましょうか。失うものないし。ダンジョンも今日でダンジョンも行ってみたいから。今何時？10時25分。まだ、あ、オッケー、折れた折れた。よいしょ、丸太動くな、丸太動くな。これさ、片手で片手も、片手でどうしたよ。剣持てばいいよね。オッケー。でも、これがね、飛んでるやつが痛いんですよね。これが落ち切ってからじゃないと。逃げる丸太、剣を救うの。丸太逃げるな。錆びた剣は本当にろくでもないので、早めに鍛冶や解禁するのはいいよ。錆びた剣は本当に毒でもないので、早めに鍛冶屋解禁するのがいい判断じゃって。お肉どうやって焼くの？お肉は、肉、床にね、焚き火焚き火、草引いてね、草を床に置いて。あ、今、今やります、今やりますよ。すいません、今ちょっと、またラグでちょっと。あー、ラグいだん、なんじゃろう。
あれ、わらばの斧どこ行った？あ、なんか、解禁。あれ、はい、できたよ。あ、こっちにでっかい斧が。すいません、動けません。動けません。動けない。楽で動けない。お肉もらえ、お肉、あ、もらえないわ。あ、でっかい。お肉もらえないわ。あの、人のね、こうポーチにアイテムをあげることはできるんだけど、人のポーチから奪うことはできない。なるほど。あれ、わらば、そうか、薪がないからすぐ燃え死んじゃった。燃え尽きちゃった。薪ないとダメだ。薪あるよ。あ、薪あるよ。はい、ま、あ、ありがとうございます。はい、薪あるよ。なんか、つるはしが落ちてるよ。はい、あれ草だ。なんだこれ。あー、灰になっちゃった。薪ここ置いとく。聞いてる？はい、あつみさん、こんにちは。肉、落としたよ。あ、はーい。あー、はい。よいしょ。わらば、わー、まだ大丈夫だ。よいしょ。なんだ、ま、薪が吹っ飛んでた。え、あ、誰かのバッグがこっちの方に落ちてる。あ、ま、薪が吹っ飛んでったんだけど。なんだこれ、なにこれ、なんかすっごい長い、なにこれ。おな、よいしょ、よいしょ。よくわかんないけど欲しい。これで肉を焼くと。このゲーム、下手な労働よりずっと労働。これ捨てちゃおう。これ入るかな。よいしょ。入った。よいしょ。ダッシュブラみたい。そう。多分錆びた斧じゃなくて普通に鉄の斧とかだったら、これ以降は多分これより、もっと早くこれよりこっちの方がいいやつ。折れるんだろうな。よいしょ。人が多分落としたやつ。じゃあ両手持ちするといいよ。あ、両手で持ってる。そんな問題じゃないと思うんだよね。よいしょ。これをこっち。なんかわらばがまだ、わらばだけ一度も落ちてないっていうのがなんかありそう。オストだからでしょ。なんか木の塚の部分だけ落ちてる。このゲームあのサーバー、わらばが立ててるけど、わらばがいなくてもサーバーに入ることはできるはずだから、なんかその辺関係なさそうな気もするんだけど。これいらないか。あのあれかな。落ちるレベルのなんかこうサーバーの不具合で重さが来るところをグラフィックボードのパワーであの無理くり乗り越えている。お肉焼けたよ。サーバーの話。私は肉は大丈夫。サーバートーチカさんが結構落ちちゃうからっていう。いちご、あれこのいちご取れない。サーバーさあれですよ、契約によってメモリの具合とか変えられるはずなので。あー、メモリ容量を増やすとか。公式が提供してるサーバーじゃから。へぇー、斧壊れた。よいしょ。斧が壊れた。裏技ほらほんとだ。斧が壊れた。こんな感じで壊れんだ。うわ、壊れた。大丈夫、そこ持って。無理か。あれはもう斧じゃないんだよな。なんかない斧。スタックしたアイテム。ここにでっかい錆びた斧だったら。剣でいけるかな。ダメだ、剣ダメだね。ダメなんだ。あ、片手だとしんどいな。片手だと。はい、錆び斧。ありがとう。これ一人でやろうと思ったら大変やね。フロムチャゲシ。そう、一人でやろうと思ったらめちゃくちゃ大変なのよ。労働。同種のアイテムをすいません。あ、斧あるじゃん。同種のアイテムをすいます。まだ奥にもあります。敵はいません。枝、この辺枝にしといて。あ、昔懐かしの私のアイテムだ。これいける。枝になれ。いけないか。まあ、いらんか。これもいけない。吸わない。吸わない。もう肉をポーチごと落としたんだけど。これいける。肉なかった？肉は見てないですかね。肉は見てない。肉入りのポーチを下に落としたんだけど。スキルかい、スキルかい。見てないよ。なんか向こうにポーチは落ちてたけど、肉は入ってなかった。石が入ってる。石入りポーチならあるけど。ね、ちょうどこの焚き火作ってあるところにポーチを落としたはずが。あ、これかな。
こっちが石、石これ石だ。なんか地面に吸い込まれることありません？マジでなんかあっちで誰かが…しないと死ぬな。はっきりしてるやつ。待って、わらわ肉…ミャーモンスタミナ微妙に減ってきた。よし、じゃあわらわ取り取りに行くかな。あれ肉、肉3つあるよ、ここ、私。どこどこ？はい、木のとこ。はい、どうぞ。これも…あー、切れた切れた。わらわやった。よいしょ。ミャーさんもお肉？はーい。よいしょ。はーい。はーい。これはね、しゃがんで。ありがとうございます。地面に落とした。いやでもありがとう。できなかった。あ、拾った拾った拾って焼きました。それがそうです。オッケー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 。よいしょ。よかったよかった。ずーっと食べてる。よいしょ。あ、骨食べては食べれない。ずっと食べてると思ったら骨食べてた。骨しゃぶってた。延々骨をしゃぶる。骨それは猫というより犬のムーブなのでは。猫も、なんか全然、なんでこれ、食べれないよ。どうして。よいしょ。お腹いっぱいなんじゃない。これ切れ目、これちゃんと切れ目叩かないとダメなんだ。どこで切れるじゃないの。切れ目叩かないと切れないよ。植えない。なんだ、ミアずっとじゃあ違うとこ叩いてたんだ。なるほど。え、なんでなんで。ちょっと待ってね。え、わらわが食べさせてみる。うん。よいしょ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 。食べてる。がいっぱい。よいしょ。ダメだ、メーターが食えない。なんかラグってる可能性あるな。よいしょ。とりあえず入れとこう。ダメだ。もう一回帰り直した方がいいかも。もう一回ね。オッケーオッケー。夜中パーンって。これオッケーオッケー。え、CQさん、ラフィさん、どっちだ。はい、これ聞こえ。私だよ。ことつかんだ。これ、あの剣、これ斧ぶつけてみて。あ、やっぱりカキンってなる。カキン、カキン。折れそう。肉体労働の後はビール。やるとね、あの青いスパークが出るよね。ビール。よいしょ。ビール。わらわビールはあんまり好きじゃない。よいしょ。これ、キー切るのめっちゃ一苦労なんですけど、このゲーム。え、ちょっと待って。なんか、あ、あれは、あ、ダメだ。あ、落ちる。ダメか。これ以上いかないか。あ、ダメだ。なんかすごい、あの、アイテムいっぱい出てるから今。アイテムいっぱい出てるからダメだ。拾いましょう、拾いましょう。拾いましょう。拾えば、拾えば、トーチさんが救われる。よいしょ。なんか、一切移動ができなかったもん。いやいや、あれ、ちょっと待って。サーバーが消えてる。サーバーが消えてる。サーバーが消えてる。ついにはサーバーも消えた。サーバー爆発した。チュートリアルのサーバーも消えてる。あら。なんだと。なんと。え、あの、レバー引いてもダメ。よし、オッケー。とりあえず、納品しに行っちゃおう。ドラマ31本ある。そうね。え、私ね、135本ある。いや、もう桁が違うのよ。桁が違うのよ。次元が違うんだけど、一人だけ。じゃあ。ミヤは24本。135本あります。へぇ。大丈夫？あの、よかろう、これ。頑張って労働しても、頑張って労働しなくても、お給料は一緒なのよ。悲しい。悲しい。悲しい。だったら、すごく悲しい。労働は楽にやった方がいいよね。働け。うるせえ、わらわは給料泥棒を自負していくぞ。あと54本。後ろから刺さなきゃ。あと54本だよ。あと54本。あ、じゃあもう、ラヒさんでもう。ダメダメ。ダメダメ。食べれない。食べれもしない。何これ。えい。なんじゃ。えい。えい。おりゃ！えい。あー、ハチさんにやられた。え、ひどい。なんか、わらわ今日ちょいちょいわらわにされない？気のせいで。ようやく気づきました。あ、いや、気のせいで、気のせい。そう、気のせい、気のせい。今、気づきましたとか言ったよね。わらわ、聞きなさいよ。お弁当係。チキンさん、お弁当係。ゴルフで負けたの根に持ってるんですよ、私。ちょっと。作るよ。作るよ。はい。あ、わらわ、わらわもう一本入れる。あ、もう一本入れる。入れるよ。あ。
これでカジバがようやく解禁されるはい、ニョキニョキ。はい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 。カジバが解禁されるというか、これあれじゃない階段じゃない階段が解禁される階段だけ階段ではうわー、イスバトリー階段に続く階段ができた。やはり初心に続く階段階段が階段に続く階段無限階段これがカジバあ、やばい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 いっぱい伸びてる肉食べようと焼いてない肉食べようとしてしまったこカジバカジバが草が生えてて入れなくなってるマジこれマジで仕事やんこのゲームマジで仕事あの VR ゲームによくあるしゃがみボタンとかあのそれかアリックス方式のあのアイテム吸い寄せるやつとかもないから、ね、地面のアイテムを自分でしゃがんで自分でしゃがまなきゃいけないから本当に仕事なんだよあやっと肉食べれたあよかったあよかった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 これ出たこれで多分インゴットとかを精錬できるおお、うん、これで精錬してるのなんかで見たぞ使い方はわからんあ、リオさんいらっしゃいまし。あ、最初からなんかアイテムが何個かある。至近距離ならできます。フロムバールミリオン。至近距離がアイテムインゴットとか何個かすでに入っている。おお。あ、ここに？矢印だけどこれ。あ、鉱石を入れてみよう。入るか。でも入れる。これを入るか。ぽい。ぽい。もう石もここに入れちゃおう。ぽい。今、鉄の精錬。え、カバンが消えた。え、どの精錬やってんの今。どの精錬やるの今。え、見たい見たい見たい。待って待って。見たい見たい見たい。あ、あった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 。多分これを。怖い。やめてよ、カバンなくなるとか。カバンがなくなる。ファストトラベルとかないのかな。仕事じゃろ？そんな軟弱なものはないんじゃん。オッケー、これで銅が中に入った。燃料へ、ドーム、バールミリオン。あ、燃料がない、ね、燃料をどこに入れるんだ、ここか入れて、ここ入れて、ここだ。ここに炭を入れて、入れて、炭炭、これだ入れて赤い赤いはぁ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 え、どこどこ、この上かな炭をここに入れる、ぽいあ、ぽい。うみょー。あ、燃えてる燃えてる。あ、もう燃えたと思ったら消えた。え、あの、カジバ。風を送る。カジバってどこだ？火、火入れてないんじゃない？今、炭入れてる。ちょっと待って。あ、炭が2個入ってる。ほい。ほい。4個入った。これも全部入れちゃおう。おぉ。火を、全部入れちゃえ。火をどこにつける？この中に入れるんじゃない？よいしょ。オッケー。フンコ祭りだ。クロムバールミリオン。キーは。ね、カジバ起こしてあげる。で、すごい。でかっ。鉄を。今銅のインゴット。これはどうすればいいんだ。銅だけに。すいません。配合。これをファイヤーする？枯れ草がいるのかな。枯れ草。火をつけなきゃダメ。火をつけなきゃダメ。銅鉱石が排出されてます。フロムバールミリオン。銅鉱石排出されてる？誰かがイジェクトした。フロムバールミリオン。誰かがイジェクトした。ああ、銅鉱石を出しちゃった。ん？これが銅鉱石？あ、違う。あ、こうか。これをどこに火つけるの？これ。ここに入れて。これがイジェクトレバーなのかな？もしかして。で、これをしっかり締める。あ、で、ここに銅鉱石ついた、ついたよ、ついた。来た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 。ついた。あ、イジェクトレバーか。風を送る。そしたら。おぉ。あ、皆さん、ほら、風送って、風送って。頑張って。風送って、頑張って、やめよう。ほら、頑張って。ほら、ほら、ほら。あ、鉄のインゴットがここできてるってこと、これ。あ、ゴット書いてる。鉄じゃない、銅のインゴットが来てる、来てる。銅のインゴット。ここに来てる。これさ、こうやるとさ、火吹く。あ、ほんとだ。来てる、来てる、来てる。風送って、すごい、すごい。火が出てくる。あ、ほんだ、ポッポー。風送んないと火出てこない。この動画どこに溜まるんだ？共同作業だ。フロム。これは大変だ。これは大変だ。動画どこに火送ればいい？皆さん、あと14回だよ。あと14回。これ。ずっと火送るの？これ、ここの。これ、送るごとに、そういうことか。作れる。そうそう、送るごとになんか溜まってって、メーターが溜まってって。ああ。
あ、でも今止まってる？止まってるね。止まる速度の問題かな。これか、これを取れば。あ、消えた、火消えた。オッケー、銅のインゴット。あっちゃん、あっちゃん、ここここ。なんか銅のインゴットが15個と、草と火消えた。火送ってないとダメ。これなんか作れるね。ずっと風送ってないとダメ。あ、じゃあ銅のインゴットあと2個。火消えちゃった。変わる。火消えちゃった。火消えちゃった。火消えちゃった。炭は？炭は足りてるな。炭は足りてるな。え、また枯れ草いる？え、枯れ草は関係ないよね、多分。枯れ草は特にあの炭入れた、あれさっき火とかつけた？出てさっき火つけた？あ、もしかしてあれか、銅インゴットがた、インゴットじゃない、あの鉱石が足りないんだ。1個しかない。インゴットが1個しかない。なるほど。インゴット1個作るのに何個必要なんだ？入れればわかるか。わかんない。をはめているので取った方がいいかも。フロム誰かが片金をはめているので取った方がいい。バールミリオン。ここに入るよ。片金をはめているので取った方がいい。片金。ここに入れればいい。火を送る。3個。風を送った方がここの。これ片金って。あ、それっぽいのかな。ああ、それ。あれがはめない。ん？これ何？何の片金？あ、ハンマーの頭の部分か、これもしかして。ああ。こういうのをはめて。それはどこにあるの？その一個だけ？あ、今入れるとこれを作ってしまう。ああ、なるほど。鉱石5個を使ってハンマーの頭を作るってことになっちゃうのか。あいあい。あ、なるほど。ここにつけれる。ああ、なるほど。ここになんかある。ツルハシがある。これでプレスする。ツルハシの頭。あ、あ、あ、なかなかった。ああ、なるほど。これが。こうやって型を増やしていくのか、ここで。これなんだろう。これわかんない。オッケー、紐これか。ああ、上に上がっていく。ここに型がね、型。じゃこれもう全部ここに置いといた方がいいじゃん。これが多分型をストックしておくところがここじゃろ。わかんない。ここにはめておけば。ここは松明置くとこないんだ。どこにあるんだ。ないのか。うん、ない。ないんだね。不便だね。あららららら。インゴット。インゴットかあれ。ん？ここにもなんかあるよ。あ、どうインゴット25個と。あれじゃない？この中のやつ押し込むやつじゃない？釜自体に火つきます。フロムバールミリオン。これ。釜自体に火がつく。釜自体に火をつけられる。あ、これこれこれか。フロムこれか。バールミリオン。なんか。あ、あとこの釜で肉を焼けるって。へえ。なんで。なんかすげえすすくさくなりそうなんだけど、ままずまずくなりそう。チキンさんお弁当係。はーい。チキンさん。はいはい。外に火あるじゃん。生肉。生肉。はーい。ありがとうございます。あれ？一二三。あれ話してくれないと。話してくれないと。OK、OK、OK。はい、はい、はい。はい、チキンさん、外、外。ここ焼けないの、お肉。お外で。どこ、どこ。暗い。地味にここに火が届く。明かりが届かなくて。何の形で焼けるのかな。ここら辺で焼くと良さそうだよ。これ、ハンマー。あ、ダメだ。一瞬で。火力が強すぎる。火力が強すぎる。仮想用だった。仮想用でしたね。仮想用。やらない、この辺で。火つけられる？斧の片金があれば、木こりが楽になるんだけど。ちょっと、何したらいいのか、さっぱりわからん。ない。とりあえず、ね、これで。こっちは、こっちの家は、こっちの家。ね、燃えちゃった。これで、とりあえず。インゴットを持ってくればいい。インゴットじゃないや、鉱石を拾ってくればいいんだね。そう。だけど、いや、多分これいける。宝箱で拾ってアンロック。フロムバールミリオン。斧の頭の部分は宝箱で拾ってアンロックしないといけないって。あ、これはやっぱこれつかないのか。斧の頭の部分がね、白い子じゃないと。バールミリオン。ここは武器庫。へぇー。ダメだ、持ってない。
なんか、ちゃんの鳥、いい食料ないかな、キノコと、やっぱ鳥しかないのかな。背負ってるやつ。これそうそう、これ作ったの。あ、すごい、やー、やーできてるじゃないですか。はいはい、おぉ、ラビッツさん。これとね、山の中ね、でっかい、でっかい、この剣の作り、そうそうそう。え、何それ、弓矢、はい、弓矢できてる、すごい。え、多分その、カゴ自体が違うんだけど。まあいいや、また後で作るわ。あ、すいません。はい、おお、すごい、すごい、刺さる刺さる。え、どうやって作ったのそれ。置いてあった。置いてあった、置いてあったんかい。置いてあったんかい。あ、これ水ある。あ、やべ、鉱石どこだろう。シーケーさん、お弁当、お弁当。あ、お弁当、はいはいはい、お弁当、どうぞどうぞどうぞ。どうぞ、どこだ。あ、いたいたいた、シーケーさん、シーケーさん。はいはいはい、はいはいはい、どうぞどうぞ。あ、うめ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 。あ、うめ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 。広い、広い石と枝を探して合体させて、そしたら火がつくんだと思う。何これ、てかこれ、これ火つくんじゃない、もしかしたら。ここに石じゃない、それ、それ石じゃない、それ先っぽ。骨を叩くと、フロム、バールメリオン。これ何？木の使い？ここで矢を作ってくれるっぽい。それね、あの、地下が作りかけの剣。あ、そうなの？そうそう。これ。だから、あの、地下が落としたカゴは多分、ミヤちゃんが拾ってた。あつあつあつ。骨を叩くと。とか言っちゃった。骨必要。ね、骨。まだまだいっぱい必要なんだ。とりあえず私木切ってようかな、じゃあ。とりあえず。とりあえず木切ってるわ。でもあの、暗い。地下も見たい気がする。あ、地下見に行きます？了解了解。とりあえず、地下に潜って、どこ見たい気もする。量、ポーチをね、ポーチの量を増やしそう。ね、増やしたいね。ポーチの量を増やす。グリップでちょっと離れたもの取れる。木の量増やすためにはバールミリオン。あ、枝をいっぱい拾わないと。枝ね、42個あるよ。マジで？あ、うん。ダメだ。ポーチ作ってほしいな。あ、これボラバのだ。作業台がない。どうしたと。あー、そうか。作業台ってどこだろう。元の場所？あー、鳥だ。鳥鳥鳥。ダメだ。ダメだ。これ叩けない。よし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 。まあいいや、ここは火つける場所ないか。暗い、地味に暗い。あ、火出る石あった。めちゃくちゃインゴット必要だな。あれやね、とりあえず丸太何個か持っとった方がいいか、焚き火用にね。丸太はね、83あるよ。バールミリオン。あ、足元なら取れない。了解、ちょっともう一回やってみよう。てかこれを落として、落として、枝、あ、ダメか、これはダメ。キビ用に丸太は4個常に持った。何をしてるの？選ばないね。なんかね、トリガーを押しながらグリップすると、なんかちょっと離れた、ちょっと細かいものフロムバールミリオン。足元くらいならったら持てるっていう。あ、もうちょっと細かいものだったら持てるらしい。足元くらいならしゃがまなくても。この辺とか。ここには枝が全然ない。持てません。熱い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 。持てない。ダメだね。まあいいや。枝はたまに落ちてるのを広く木を粉砕する。トチカのカバン作らんといかん。てかトチカどこいるの。いや、カバンはあそこかな。またもうこれ更新してないや。バールミリオン。クエスト版ならいけるんだ。よし。ここは何じゃ。いっぱい更新された。そう。みんなどこ行ったの？みんなバラバラにいるからわかんない。みんなどこに。いや、気をつけも。気をつけて。回っている。さて。あ、こんなところに石。これ多分トーチカさんの。うすぎすぎ今回った。トチカさんの石の棒。よいしょ。うん、いいよ、それ。ほら、ほら、ちょ、これつく？これつかない。あ、ついた、ついた、ついた。いた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 。ここは何？これ火つけたら
ゃんと消えないで。とりあえずまた木いっぱい置いとくね。はい。見つけてもある。了解。ほかばも置いてこう。ほかばじゃない。うん。えい。168個。197個。めっちゃ木ある。めっちゃ木ある。そのうち私が133個置いてる。意外と多い日つけたかな。あ、いたのあった。もう、クリップを押してトリガーだと。怖くないよ。ここか。いい効果もあるよ。バールミリオン。クリップを押したトリガー。あ。おお、なんだなんだ。なんだこのボックは。じゃダメだ。こっちは何？これワラバのイラだな。いた。よいしょ。いた。いた。なんか、あ、待って。これ槍の穂先じゃない？本番にはない。ということで、フロムバールミリオン。パソコン版にはない。悲しすぎ。あ、ここか、ここか、ここか。これさ、なんでここに枝があった。いや、もう枝拾ってる。ダメか。これ、槍の穂先だと思ったけど。それ鍛造してない。フロムバールミリオン。鍛造してない。このままだと使えないってこと？こっちはまだいっか。これ違うよね。これここ違うか。熱し、あ、でもなんかいます。フロムバールミリオン。あ、熱して叩く。あ、今熱してる熱してる。黒焦げの骨。骨じゃない、肉。黒焦げ肉。あ、黒焦げ肉ダメじゃん。ダメージ受けた。燃えてる燃えてる。黒焦げ肉ダメージ受ける。焼ききのこと焼きお肉あるよ。焼ききのこ。スタミナ、ああんまりないですね。ミヤスタミナなくなりつつある。これもいいな。これ。トーチカさんカバンいる？カバンいる。あっつあっつ。黒かじゃん。うん。あれクラフト台のところにいる今。うん。あ、ダメだ。ここで作れ、あれ？うん、カバン選べないな。あれダメだ、叩けない。こっち先行っちゃうもんね。なんかあるぞ。準備完了。えい、いい感じのところを仕掛ければエフェクト出ます。フロムバール。あ、火消えちゃった。アレクサもいっぱい持ってかないと。いい感じの、反応ないね。あ、あ、出た、ね、あ、しっかり振りかぶらないとダメなんだ。フロムバールミリオン。あ、ちょっと、ちょアレクサ。あと更新。はおー、すーごいマップ更新された。消えたんですが。バックこれ。なんか消えたんですが。巻き巻きのやつと。大きい200本。ちょっと待って、消えたんですが。何が消えた？あ、これでしょ、これ。火事場にね、槍の。これ目置くじゃない、なんか。下にめり込んだ。槍の穂先みたいなとのがあって、熱して叩くと、なんか、鍛造できて、それ多分槍にで、土部品にできるんだけど、叩いてたら消えました。消えた。叩きすぎ。叩きすぎ。薄っぺらくなった。あ、ここにセットするとか？え、悲しさが込み上げ。違う。こんな悲しいことある？よいしょ。せやん。わかんないよ。待って、みんなと交流しよう。けー、ここ。脈なり上の方来てしまった。一体みんなはどこに？ならない。クラフトテーブルのとこいる。クラフトテーブル、ここかな。そう、このね。なんだっけ。違うわ。ん？クラフトテーブル。あ、ここが宝石場か。CK さん、これ誰？はーい、私でーす。クラフトビルディング。バールミリオン。左折こっちか。クラフトビルディング。ここに石30個入れろって言えばいい場所が。ここかな？まっすぐ。ここフロムバールミリオン。ここ書いてあるな。プレイスクラフティングレシピオンデッキって書いてある。
あら、これでレシピを、レシピの上に置く。これ、これは、レシピがないから作れないとか、もしかして。キノコ拾ったと思ったら落ちてた。あれ、どこ行った？これは、ちゃんとしたつるがしじゃないとダメ系かな？記憶が、HP ってもいっぱい、まだある。これだ！なんか落ちてるよ、なんか落ちてる。本消えた。紙のレッピがなきゃダメなんだって。あ、なんかいろいろ落ちてる。ダメじゃん。作れないじゃん。作れない。本消えた。あ、あれか。カバンを作ろうとしてたのか。うん。あー、これでしょ？ここでしょ？ちょっとあっちに落ちてないか見てくる。さっきの本は違うもんね。本からレシピを取らないといけないんだって。本どこ行った？あ、そういうこと？本が消えちゃったよ。本が消えた。うん。持ってないよ。本が消えた。どうしよう。本消失。本が消えた。あれかな？キノコ全然回復しないな、これ。ここダメだ。ここにさっきあったんだけど、もうない。ないね。本がない。本がない。本横のろうそくに、あれみんなどこに、あ、いた。バールミリオン。本横のろうそくに火を、あ、これにこのろうそくに火をつければ、壺。うん、自分をとりあえず探しに。なんか出てきた。まあ、ちょっと何これ。スポンだけど、とりあえず地下はあのチュートリアルのところ行って、つければリスポンだけど、クラフトしてくるわ。消せない。カさん大丈夫ですか？行ってきます。はい、行ってらっしゃい。うん、この本当はろうそくに火をつけると本がリスポーンするんじゃって。だけどもうろうそくがついてるから、これは、あー、ミオがつけちゃった。ちょっと離れているけど、なんかナビが追加されてる。クロム、小鳥ユートール。消せない、消せない。このすごい。あ、消えた。トチカさん、トチカさん、カバー、消えた。カバーあったよ。やったで。え、カバーあった？カバーあったよ。え、でもそれあれじゃない？中身入ってないけど。あ、出た出た。復活。中身入ってないけど、とりあえずカバーあるよ。カバンのレシピ。マック。レシピ来ましたね。レシピ来たよ。はいはい。持って帰る。これは何？あったよ。これは何？それだ、クロム、バーレー。で、あと明るい時、木の化け物いなかったよ。へぇ。へぇ、え、さっき明るい時いなかった？いた。さっき明るい時おったのね。今何もいなかったよ。なぜ、なぜ、虫網が、虫網が、これ虫、虫取れるんじゃない？虫。小さいバッグ、クロム、バールミリオン。あの木のお化けは、あのでっかい剣だと割とすぐ倒せた。あ、そうなんだ。うん、剣の方がいいんだ。はいはい。どっちかさんどこ？クラフトのところ。取れない。アイテム取れる。クロム、バールミリオン。あー、すごい、また重い。バールミリオン。虫じゃなくてアイテムが取れる。なるほど。うわ。あ、ダメだ。お腹すいた。ダメだ。お腹空いてる。ダメだ。お腹すいた。はいはいはい。届けに行くよ。頑張って。諦めない。逃げないと。逃げる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 。ちょっとこれは、これはわらわが視界にいない方がいいかもしれない。クロム、バールミリオン。この網が、あ、落ちた。逃げるな。そう、近かな。私今、タウンホールのとこにいるけど、下かな？皆さんは。ダウンホールっていう方形の網がアイテムっす。アイテムってこれのことだよね。あ、あれか。あ、これか。はーい。チカさんが。これが作りたいから後ろ後ろ。ウーバーイーツです。どうも。ありがとうございます。わかった。これ、あれ作ってくれたの？あ、背中のバッグを。バッグが。あれ、どこに落ちたんだ。バッグが。いっぱいお肉入ってんのに。アタッチメントつける手帳便利。クロム、バールミリオン。バッグにアタッチメントをつけることができる。なるほど。とりあえず地下行きます。
うん、もう11時になってるけど、うん、11時になってる。どう、食事行けないとな。どこだ、ハバカッタ、ハバカッタ、ハバカッタ、お肉、お肉くれ、おいちゃん、カンパチだ、お肉、お肉、はい、あ、バルもなんか食わないと。ありがとうございます。お肉、お肉もない、お肉もない。あ、見落とした。私お肉、お肉ない。焼ききのこ、焼ききのこ、焼ききのこ、焼ききのこ全部食って、焼ききのこ、焼ききのこ、私これ、これ食べる、生き返る。あ、よし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 、全然回復しねえ。全然回復しねえ。梅、梅、梅、梅。そう、全然回復しないんだよね、焼ききのこ。全然回復しない。え、とりあえず。あれ、バッグが、バッグが吹っ飛んでった。え、あるよ、ここあるよ、ここあるよ。はい、はい、はい、ここにあるよ。これ、どこ、どこ、どこ、え、どこ、どこ、席。あ、あった、あった、あった、ありがとうございます。見えなくなっちゃった。びっくりした。待って、重い、重い、重い、危ない。危ない、危ない、今。あの、石がいっぱい落ちてるから、重いのかな。落ちてるもの。何でも食べちゃう、プロム。落ちてるものがある。あの、体力がね、体力がやばいから、何でも食べないと。食えるものは何でも食わないと生きていけない時代だから。お肉、お肉最後の一個焼いてるけど、誰食う？一番瀕死の人。バラは割と、割と、もうすぐ、1000に近い。私、半分。半分。これ、これやっぱあれだ。4割かな。オブジェクトが多すぎて、あー、きついんだ。何でも食べると栄養失調増しくら、何でも食べない方がいいの？あ、そうだね、あれだ、あれだ、スタミナの食べられる最大ゲージがありますよね。あ、そっか、それ溜まっちゃうと食べられなくなっちゃうから。あー、なるほど。お肉焼けたぞ、誰が食う？うわー、誰だ、俺、うわあ、あっ、あっ、あっ、やべ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 、お肉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 、待って、待って、鶏肉いる、鶏肉いる、鶏肉いた。あ、鶏肉いた。あ、鶏肉持ってきて、おら、鶏肉じゃなくて、鶏肉じゃなくて、鶏肉、鶏肉、これ鶏肉、よいしょ、よし、奪い合いが始まる。オッケー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 、オブジェクト減らしたら軽くなった。グヒーグヒー、石がね、いっぱい落ちてますからね。これを、あ、金はいいや、とりあえず。とにかく、これを拾えってことだな。コインは未だに使い道がわからない。ハチさんはどこにいるんだ？あ、今ね、ちょっと個人チェストにいらないもん預けてた。あ、肉が出てきた。コイン、なんかね、このゲーム、承認プレイもできるらしいんだよね。なんかそういうので使うっぽいはっぽいんだけど、よくわかんないよね。正直、この MO っていう、身内、ほぼ仲間内だけでやるようなプレイで、商人っている？そこに金のやり取りいるって気持ちが悪いんだけど。いや、でも中にはあの、いけずな人がいるかもよ。全然見えない、やばい、全然見えない。ん？皆さんどこ？あれ、やばい、全く見えない。え？もしかして中入った？入った、中入った、あー、中入ろう。え、入れない、入るか、じゃあ。なんで？入れない。これ、これ、これが違うのか。真っ暗すぎる。入れない、入れない、入れない。あ、どっちかさん中行くよ。何にもいない。入れた、入れた。やばい、真っ暗。あ、火なしで入ると死ぞって。バールミリオン、あ、火ちょうだい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 。あ、できた、できた、火ついた、火ついた。あ、熱い、入れません、入れません。そして熱いです。どこだ、皆さん。入れた、入れた。皆さん、戻る、戻ります。戻ります。皆さん、どこだ、そこじゃないな、そこ多分。あ、いた、皆さん、いた、皆さん、いた、皆さん、いた。めっちゃ怖かった。あー、家で少女戻ってきた。オーケーオーケー。レシピ、何のレシピ？剣のレシピ。剣のレシピ、やったね。おー、すごい。剣のレシピ、これどうすんの？剣のレシピ入らないけど、インベントリー。あ、本に入った。宿かあるじゃん、ここ。なんか本にすって消えてた。本にすって消えてた。じゃあこれで多分火事場でレシ、あの剣が作れるようになったんじゃと思う。おお、すごい。どっちかが剣作れるようになった。じゃあ、もっと奥まで冒険してみますか。やったー、冒険だー。
レッドいや、ちょっと待って。早いんだ。早いんだ、みんな。ちょっと待って。みなさん、早っ動きが早い。みなさん、早っ。ん？読み込みが間に合ってない。あ、火を作るな。これ、あれでしょ？これでしょ？こう、横に松明置いて進んでいくでしょ、本来。ガンガンみんな爆速で走ってるけど。これ、もう、迷子なるじゃん。待ってよ。待って。大丈夫？うん。おー、なんか解放された。なんだ？私、松明ないんで。あー、了解了解。ゆっくり行くよ、ゆっくり。待って、あー、鉱石だ。あ、待って、わらわ、誰か木の枝持ってない？あります。木の枝。あ、今作ってる。オッケー。はい。あ、わらわもそれ作ろう。あ、虫出てきた。はい。ありがとう。よいしょ。こうか。オッケー。松明剣、斧。これいらん。あ、登れない、登れない。登れない。登れないんだけど。あ、虫。チュートリアルでお世話になった虫。お世話になったっけ？若干、こう、明るくしてくれる。なるほど。かすかな明るい。あ、ほんとだ、虫がいる。なにそれ。あら、ちょっとだよ。弱い者一番やめるんだ。あ、松明が、松明の火の棒がなくなっちゃう。うわ、気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪い。みなさん、やめて、やめて、やめて、怖い、怖いよ。俺、下行くの？下行こう。はい、行くよ。へぇ、だって火を持ってない人がいるとこのお助け虫が出てくるんだって。マジか。え、じゃあいいやつじゃん。なぜみんな殴ったんですか、かわいそうに。え、だってくらっ。タイマー置くとこない。くらっ。こわっ。なにこれ、めっちゃ暗い、めっちゃ暗い。タイマーとどこ？ここにバラバラに置きすぎるわ。ここに置ける。鉱石よりも大事なのは宝箱。みんなバラバラに置きすぎて。自由しかいない。おお、本当タイマーとあるじゃん。今戻る。あちゃんがない。はい、戻ってきた。箱が大事だって、箱が。箱？これか。あ、違うか。でかい蓋のない木箱。フロム。でかい蓋のない木箱。いた。今のやつか？あ、これか。これ？さっきの。なんか入ってるよ。あ、なんか入ってる。あ、本当だ。見て。槍コンボ。なんかある。なんかあった。これ。なんかある。レシピ。本当のレシピだ。ナス、ニンニク、人参、トマト。あ、槍のレシピね。みんな見てこれ。本物のレシピやん。槍ゲット。すごい。いいな。いや、弓が欲しいな。槍ではないのでは。コンボ？なんだ？コンボ？鉄のコンボよ。コンボ？コン。コンコンボ？こっちもなんかある。こっちなんかある。こっちすーごい奥ある。ここもなんかあるけど登れない。あー、これ。深いな。みんな同じとこ行きましょう。怖いね、怖いね。はい、戦闘切って。戦闘機、はっちゃんに戦闘機、戦闘自由はっちゃんと、いいんだな。よし、これ。じゃあその前に、これあれじゃない、矢筒じゃない、あ、違う、これ違う、これ花火、爆竹じゃない、花火爆竹、花火、最速だ。ほら、はっちゃん、どこ行くの。この層には敵はいない。オッケー、花火ぶっ刺した。これで火つけてみて。洞窟の中で花火で遊ぶやついる？あ、ついたついた、おっ、おっ、おはやー、花火、みなちゃん、どうやってそれ登ったの？ワープ移動で登れました。ここワープ移動で登れる。ここにね、なんかね、あ、ここにも型がありますよ。あ、金型、ワープ移動どうするの？金型大事だ。右側のコントローラー、ここに火つけられる。結構仕込みとかじゃないかな、多分。花火でも障害物の岩壊せます。へぇ、花
指でも障害物になってる岩は壊せる。なるほど。あ、違う違う。あの、左コントローラーの B ボタンを押すだよ。B ボタンか。あ、クエストは B ボタンか。ここなるほど。できた、できた。見つけるよ。おい、おお、助かる。その小判助かる、ラスカル。ドドドン。バールミリオン。なんて？なんて？これもうわらわのメイン武器にしよう。えい。まいっか。次は？進もうぜー。この階にはないのかな？なんかね。あ、これの階に潜ってるけど。あ、違うか。下の階に潜っていくとエレベーターで潜っ、あの、戻るらしいんじゃね、上の階に。なんかちらっと聞いたところによると。どっち行きます？だからこの階はエレベーターってなんかこんな形だったような気がするんだけど、これは違うのかな？これ違うのかな？何なんだろう。なんか今すっごい誰かと。とりあえず進むしかないか。うわぁ、怖いよ。今は気にしなくて。早い、行き止まりだ。あぁ、エレベーターは10層ごとじゃって。そんなにあるの？左手の方が深いの？え、あの、これ全部で100層あるらしいです。これ、とりあえず、鉱石集めた方がいいんじゃないの？鉱石集めたかな？もうなんだけど、なんか、あ、箱、箱がなんか大事らしい。あー、箱手に入れてからの方がいいのかな、じゃあ。あれは、あれ、っていうか、なんか箱に入ってる、そのこういうアイテムとか、こういう金型とか。なんもない、こっち側。あの、誰か火をください。やっぱり、はい。はいはいはい、はい。火の周り。金型とレシピが大事。火の周り。なんか、増やせるというか。今日は木の周りだ。あのね、なんもないの。あの、そのクラフト場所に行ったんじゃけれど、アイテム容量のたくさん入るリュックあったんだよ。ただ、素材になってるアイテムがよく分かんなかった。なんかレシピはあるのかな？レシピはあるのかな？あそこにレシピみたいなのはあったから。あれ、レシピだと思うから、素材が足りないのかな？でもあの素材が何か分からない。つまり誰も分かんない。あ、ちょっと待って、なんか食べないと死ぬわ。あ、ほんとだ。あ、バラもダメ。食べ物ないよ、でも。CK さん、バックがない。あ、バックない？あ、ほんとだ、バック落としてる。え、どこだ？なんかいる。なんかいる。こっから行くのに。あ、これ多分、掘り起こせるんじゃない？スコップ。あ、なるほど。スコップないよ。スコップはさすがに持ってないな。スコップ持ってきてないね、バラも。うわー、ちょっと待って。これ、まず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 い。なんで一人で待って戻れない。なるほど、テレポート。頑張って、戻って。ありませんでした。助けられない。ワープ移動。今、教えてもらった。その、大容量バッグを作るのに必要な素材は箱とか敵から入手するしかないって。これ、そんなにワープできないんだね。ワープ距離は結構制限。これ絶対もうそこ行き着くと登れない感じですか？登れる？あ、登れた、登れてる。わぁ、なんか敵いるやん。敵。危ない、死ぬこれ。ちょっと。あ、たまにある。しかも戻るわ。回収収書。まだもう体力がやばい、ね。あ、ほんとだ、なんかいる。これダメだ。オッケー。これはわらわに任せろ。そいつめっちゃ強そう。何これ？ゴーレムだ！ほら！ゴーレム。ほら！えい！あれ？えい！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 痛い！あ、まだ生きてるよ。はい。ほら！おお！どうしたんだ？倒した！ナイス！オッケー！倒せた！戻るとき探すんじゃない？うわー、怖い。うわ、ゴーレムだ！ボクシングスタイルだ！わはは！ピーカブースタイルで込んでくる、こいつ。危ない。待って、めっちゃいるじゃん。ここめっちゃ敵いるじゃん。おー、何これ。虫だ、虫。でかい虫がいる。でかい。虫とゴーレム戦ってるよ。軽くです。あれ、虫とゴーレム戦ってる。あ、虫とゴーレム戦ってる。やり合え。争え。
弓が死んだ。遠距離攻撃欲しいですね。弓、虫が死んだ。さっき誰か虫が植えた。やばい。持ってる？あるよ。あるけどさすがに暗くてね。ワームとゴーレムは敵対する了解。デデデン。デデドン。みんなで、じゃあ、私がおとりになるわ。縦はとてもちわ。ゴーレムを、ゴーレムを倒してくれ。あ、弓が、弓落ちた、弓落ちた。弓が落ちた。ちょっと。ああ、死ぬ死ぬ。ほら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 。よし、叩け。叩け、叩け。ほら。ああ。よし。やばい。大丈夫か。ダメだ。え、ねえ、これ、ダメージ、ダメージないんだけど。これ殴っても全然ダメージないんだけど。オッケーオッケーオッケー。え、これダメージないんだけど、ちょっと待って。あ、いや、ミア、ちょっとダメージ受けてる。マジか。いや、バラバの持ってるこの武器がね、ダメージ判定ない。へぇー。え、なにこれ？え、ハチさん、それ何？ね、何だろう？それは一体何？ポ。あれ、テレポートできなくなったけど。棒にダメージがあるとでも、え、あ、この先に何かつけなきゃダメってこと？これ、この状態だとただの棒なの。あ、CK さんが戦ってる。コンっていう武器だと思うじゃん。あれ？これ倒れてもまだ生きてるよ。おー。しまった、光源が全くない。ゴーレムよりもワームの方が大事だって。そうなんだ。ワームの落とす素材がいいのかな。あ、ゴーレム、これや。いった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 。こいついった。やめろやめろ。ワームってさっき敵対してたやつだと思う。やばいっすかね。ほらほら、ナイス。これって NPC が NPC 倒しても素材落とすのかな。落とすんじゃないかな。なんか生還するのが大事って今コメントで教えてもらったから、生還しても多分だ入るんじゃろう。あー、ダメだこれ、完全に何も見えない。え、火どこだ。火もない、火もない。あ、ちょっと、ついていた。あー、助かる。問題なし、了解。生還大事に。自分で作った焚き火。なんかゴーレムが落としたやつ拾っとくよ。じゃあ大事そうだから。おーい。あー、あ、うん、ゴーレムは何落とすんじゃろう。石。あ、なんかあった。あ、なんかある。火つけとく。あ、あかん、お腹が減って走れない。あ、ゴーレムは鉱石類を落とす。石。なんだこれ、椅子？椅子のレシピかな。つかない。あ、そうだ、私バッグ落としてんだった。な、なにこれ、謎の。え、なにそれ、ここ、なにこれ。はっちゃん、これも、も、もうわらわ持てない。もうわらわ持てない。私バッグ落としちゃった。誰か持てない。拾ってきなさい、拾ってきなさい。てか、ファイバーに長く持ってんじゃん。やだよ、怖いよ。この手チワはフロムコードです。持てない。これ、これで焦げちゃう、一瞬で。あ、本当だ、一瞬で焦げちゃう。乗ってくるか。ダメか。焚き火作らなきゃダメか。ハッチャに焦げ奪われた。ハッチャに焦げ奪われた。あれあれあれ、あ、本当だ、バラは持ってた。それ私の。ちょっと待って、火、開けもらう、開けもらう。はい、よいしょ。あれ、どこだっけ？待って、誰か枝持ってませんか？枝。あります。ちょっと焚き火作る。火焼く。帰り道がわからん。あー、もう枝あと3本しかないや。さ、3本あればなんとか。よいしょ、よいしょ。あ、丸太あるよ、丸太。はやー。あ、丸太だったの？あっ、あっつ、あっつ、あっつ。わかんない。はい。あ、丸太ないわ。そうだ、カバンもないんだ。カバン落としたんだ。でも丸太大量に持っておくのが大事。炎がないので。あ、燃え尽きた、燃え尽きた。はい、早い、燃え尽きの早いって。よいしょ。これを、それを。よいしょ。あ、それで、肉が焼ける。火が、火が、大事な火が。うん。早く早く。どちかさんは大丈夫かな？いや。どこにいるのかな？どちかさん今どんな状況？
洞窟の外に出ようと思ったら出口がわからない。ねえ、ここ迷うね。全然道がわからん。帰り道がわからん。あ、ここの上か。この上だ。この上ですね。あの、さっきのあの、宝があったところのところにずっといて、燃えない。ずっとぐるぐるしてる。これ目印になる、なるよ。ちょ、転がるな、転がるな。あれみんなどの辺？地下。下にいる。今焼いて、肉焼いてる。ゴレムいたところ。早く焼けて、早く焼けて。焼けた！うめ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 。よし。こっちかな、こっちこっち。星下はダンジョン内にあるので、枝さえあれば松明作れる。フロムバールミリオン。枝さえあれば松明作れるから。枝は目印のものなの。ああ、もう腹減ってしまう。運ばなきゃいけない。腹減ってしまう。カバンはどこだ、私のカバンは。とりあえずいろいろ手に入ったし、なんとか戻ります。戻りますか？じゃあ一回。どうやって戻るか。一回撤収するか。この道覚えてる。じゃあ宮さんについてこう。松明は。でも、ミアは鉱石を拾う。かな、最初の箱があったエリアにカバンがあるとかじゃない？あー、なるほど。あー、シェイケイさんの。そうかもしれないですね。確かに。ホルダー？ほら、戻っておいで。聞いちゃった。どこだ？ホルダー。機関ポーションありますか？フロム、バールミリオン。機関ポーションって何ですか？このピンク色のポーションですか？何のポーションとかあるの？ここだ。もしかして、え、来たんすか？やばい。あ、それ、これなんじゃ。これの。じゃあ、ハッチは入れるから、いいというか、ね、え、期間ポーションがないと上に戻れないってこと？おーい。おーい。カバンあった？めっちゃ暗いんだけど。カバンない。はい。カバンない。でも、ここしか行ってないよね。スコッタンは暗いんだけど、これあ、押されてる。出口ってどっちだっけね。出口光ってるんじゃない？こっち側だった気がするな。じゃあ、そろそろ戻りますか。そうそう、さあ、南谷についてこう。違うかな。なんか光ってるのがあるけど。お、もう、あれ、なんか戻る。虫、虫。虫か。戻るよ、こっちだよ。大豆こっちだよ。戻るか。あれ、ハチさんか？あれ、あれ、火の子食べよう。どうやって上がった？上がれない。ワープ移動。テレポート。テレポート、テレポート。なんか、ワープ移動、あ、出た。あ、なんかね、出ないときありますよね。ね、いや、あのね、ちょっとしかワープできないから。てか、あれだ、ワープ移動。お腹減りすぎてワープできないんだけど。そういう。あ、長押しで出ない。なんか長押しするとワープ出る。なんか出ないときがあるんだよね。あれ？みんなどこ行ったの？さっきまで彼は超押ししてた。フロムバールミリオン。あ、持ってる重量が重いとワープ距離減る。オッケーオッケー、立ち止まって長押しでワープできる。誰か火ちょうだい。火が消えちゃった。シーケさんどこ？ここに矢尻が。はいはいはい、あ、ここになんかポーションがあるよ。待ってこれは、あ、枝消してるとそもそも不可だった。いや、こっちこっち。バールミリオン。あ、後ろジャンプできない。後ろ、あったあったあった。ありがとう、ありがとうございます。ポーションしちゃった。了解、メダルいらないか。メダル欲しい。ポーチカさんのポーチカ。え、なんて、ポーチカさんのポーチカ。ティールも、出口よ、出口。出口が、どこだ？どこだ？あ、この上じゃない、これじゃん、これじゃん。ワープ、あ、ワープできた。待って。よかった、よかった。これってどれ？これ、ここ。私の走ってる。あ、そっちか。あー。うい。ミヤちゃん帰るよ。違くない？コシトラ、あ、大丈夫。コシトラはね、充電しながらやってるから、コシトラだけは大丈夫。足場に出てる黒い出っ張りがホルダー。あー、はいはいはい。さあ、階段があるぞ。帰れるぞ。ここが、戻ってきた。あー、よかったよかった。わかりにくいから。じゃあ、ここに目印置いておこう。あ、カバン落ちてる。行きましょう。ここにカバン落ちてる、誰かの。え、あ、私のだ、絶対それ。準備万端。何か入ってる。あ、私のだ、やった。
それだ。やったやった あ, ありがとうございます。腰だけね。んこんな入り口のところで落としてたんだ、もうすでに。あ、乗ってない。乗ってない。乗ってない。乗ってないかな。背中に乗ってないかな。なんだ、あ、戻ってきた戻ってきた。あ、着いた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 。この上見てみよう。帰るちょい。さっき見れなかった。大丈夫そうか。サイコロ石。あ、矢、矢、矢が15本。すごいな洞窟。よいしょ。これは迷いますね。ちょっとね、これはこれちょっと隠れちゃってるね。なかなか大変だぞ、この分かりやすいの。ちょっとここにも一つしかない。置いて置いて、これでいいのでは。これ、一人で迷ったら絶望するやつだな。ねえ、これ一人でできるかな。死に戻りすればいいのか、そしたら。死に戻りではできる。あー、なるほど、マラソン。死に戻るたびにアイテムロストするんじゃけど。頑張って拾いに来て。怖い怖い怖い。めちゃくちゃガチな洞窟だった。うわー、ガチな洞窟だな。あー、怖かった。これ大変。大変だ、ほんと。ちょっとね、これは次来た時にもね、松明の時は分かりやすいからね。みんな帰ってる？帰ってきた、地上に戻ってきた。ミヤはちゃんと目印を置いてきた。機関ポーション余る程度には落ちてる、うん、まあ今はね、まだ2層までしか見てなかったからね。 あれで2層なんだ。あれで2層、100層無理じゃない。100層まであるらしいからね。11時半。そろそろやめますかね。キャンプを出てきた。OK です。そろそろ大事なものを個人チェストにしまって。重い。タウンホールに、タウンホールに集合。アイテム整理は後にしよう。やばい。トチカさん、ここで落ちる、ここで落ちる。もうちょっと我慢して、トチカさん、トチカさんのパチコン、もうちょっと頑張って。トチカさんのパチコン、頑張って、生き残って、お願い、もうちょっとだから。これ、道具、渡しとくわ。そっちか。なんか死ぬ前に道具渡しとくわ、なんか落ちる前に道具渡しとくわっていうのがなんかすごい、なんか分かった、トチカさんの石は両手で持てる分は引き継ごう。わらわ、他チェストいっぱいで両手でしか持てないんだわ。アイテム、いっぱいで。これ、ここ。あ、じゃあここに入れとこう。はい。オッケー。で、あとこれなんか、この謎の。謎のね。よいしょ、OK、じゃあこれをタウンホールに持っていく。よろしく。おじさん、お疲れ様。お疲れ様です。はーい、お疲れ様です。トチカさんが、海鮮の死に際を悟って潔く落ち切った。どうしよう、トチカさんいないけど、なんか記念写真でも撮ります？トチカさんがいなかった。あとちょっと生き残れ。あ、じゃあちょっと入り直してみるかな。入り直してみる。記念写真撮るなら、わらわ以外で、わらわね、ラフィスさんと CK さんずっと透明人間だから。ああ、そっか。これ多分今わらわに剣を振ってきたのか、これラフィスさんに違いない。なんだろう、あ、痛い、まだちょっと重いな。キンでや重い、痛い、重いです、そこそこ重い。なんでこんなに来たの。お腹すき始めた。待って、じゃあシッキ、お腹すき、取り方が全くわからない。取りに行く。この下のやつとかを持って、うわー、カチッと押すと、そのまま遠隔で取れるよ。やばい、よし、いやー、これに使うんだ。あ、メダル捨てちゃったわ。この赤い羽は何なんじゃろ。青い羽と赤い羽が、トチカさん来たよ。
共同募金。お近さん来たよ。重い。はよ。ああ頑張って。これ作れるな。お金と同意事とキー15だから。はっちゃ。オッケーオッケー。お金捨てちゃった。性能がいいらしい。フロムバーベリー。タイマーセットしたけど。赤い方が、あれね。え？これでいいのかな？赤い点々が点滅してるけど。カメラ。わからない。カメラの使い方がわかりません。カメラの使い方がわかりません。写真押すよ。はい。あのいいこれこれあの下にリモコンが分離できるから。待ってるよ。イエーイ。やるよ。はーい、チーズ。取れたかな取れたかな取れたかななんかシャッター音みたいなのしなかったんだけど。あ、これが分離するんだ。なるほど、間違えた。あ、なんだ。取れたかどうかがわからん。はい。アビヨン。あ、自撮りのにしてね。なるほどね。タイマー出てる。自撮りメニュー、自撮り。あ、イエーイ。あ、これが2、5、10。はあ。これ何？あ、これは動画？これ何？わかんない。操作がわかんない。わかんない。操作がわかんない。危ない。危ない。これか。危ない。取れて。あのシャッター音とか、シャッター音とか、ね、あの盗撮対策のために、シャッター音は実装するべきだと。わからない。とりあえず終わりにしますか、今日は。はーい。はーい。はい。それ。はい、それではね、すごいサーバーが落ちたりとか、なんか、いろいろと、グダグダしながらの、アータウンシップテイルサバの立ち上げ、コラボだったんですけれども、はい、とりあえずね、このサバはね、今後、それぞれね、自由気ままに、遊んだり、配信したりしつつ、運用していこうと思っていますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。というわけで、皆さん何か告知等はありますでしょうか？おつパチでした。フィルムバールミリオン。こっち見て、VR マスターリーグ、はい、待っております。ぜひぜひ、応援よろしくお願いいたします。VR FPS オンワードのアジアリーグで戦っております。お疲れ様でした。明日試合です。明日試合待ってね。はい、頑張ります。頑張って。よいしょ。以上です。はい、じゃあ、以上です。告知。ナイチドッグスレギオンっていうゲームをついこの間買ったんで、もしかしたら配信するかも。そう。なんかね、潜入系のゲーム。潜入系、そう、敵の施設とかに入り込んで、ステルス戦闘をして、生きて帰るみたいな。はい、大体そんな感じ。大体そんな感じ。暗殺したりとかね。そう。なるほど。はい、4人までマルチできるらしいよ。楽しそう。なるほど。VR ゲームでですか？違う。普通VR じゃないゲーム。VR じゃないんだ。ね、VR できたら最高面白いんじゃけどね。そうだよね。そうだ。VR でのそれ系のゲームが、なんかね、出るかもしれないんだよね。
ろベータテスト。あ、死にそう。あ、死にそう。あ、ちょっと。死にそう。死ぬかも。オッケー、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 オッケー。はい、はい、はい。じゃあ、他に何か告知ある方は大丈夫かな？告知ある方。あ、これ死んじゃう、死んじゃう。はい、死んじゃう。じゃあ、トチカさんが死ぬ前に締めましょうか。締めましょうか。はい。ダイイングメッセージに死んじゃう。はい、死んでしまう。死んでしまう。今日はありがとうございます。ありがとうございました。トチカさん、永遠に。お疲れ様です。トチカさん、永遠に。フォーエバー。フォーエバー、センキュー。センキュー、トチカさん。フォーエバー、トチカさん。RIP、RIP。RIP、RIP。RIP。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。よいしょ。